しからたつないでいく山野がいいですね。シュートを放った先制の日本 PG サービス。面白い、よく終わる。このダイレクトシュートゴールボールちゃんと調整していく。大丈夫か、一旦キーパーに戻して、キーパーからやばいやばい、動かなくなってる。コントロールだ、コントロールだ。自己を守りした PC サービス。大丈夫か、上がってきて、せーのトヨタが上がった位置、日本 PC サービス。いや守り切った、守り切った。最高パスをつなぐのは横断者激坂。さあここ抜けていけ、ロビスさんのシュート先制。激坂逃げてかい、折り合いシュート、フォア、これがキーパー。すばらしい、抜けてきたか、ロビスさんのシュートゴール。2点目激坂、落ち着いてますね。かというところで2対0勝ったのは株式会社講談社激坂。おめでとうございます。右サイドからということでしょう。これ一本抜けてきた、うち一本で抜けてきたぞ。やんまる、あー、これ後ろからいった。カードか、いやさすがにレッドが出た。おめでとうございます。アフターシックス1枚目のレッドカード。さあ、いける。さあ、早速抜けてくるぞ。マイナスのいらないパスだった今のは。いや、しかし、まだ決めてきた。諦めない。さあ、キープして左サイド繋いで、繋がった。エリアが入ってくるか、出せるか、出せるか。ナイスディフェンス。さあ、シュートメドレーで、リローの株式会社。素晴らしい試合でした。事故気をつけて、お父さん振り向いてシュートが打たせない。おっと、 PK PK かエリア内でやってしまったか。さあ PK、TBC 学園ビッグチャンス、ビッグチャンス。守るのはヒロポン、テニーのヒロポンと TBC のチェッコそうですね、ちゃんと繋がってる人、俺見えない。おー、決まった、決まった。ごっつぁんゴールアラバから合わせてくるか、ニア、なんだろう。素晴らしい、4対1。抜けてきた、さっきシュートするか、抜けてきた、ちょちょちょ、ダイニー3点目、4対3。わからないぞ、顔使いたい、使える。やったー、逃げ切ったのは TBC 学院、逃げ切った。おめでとうございます。いやー、熱い試合でございました。狙ったのか慌てたのか、控えめにした方がいい、控えめに引かせた方がいい。気をつけたいか、シュート、いったー。コーナーキックから行動者激坂、ゆきちじ分かれるか。さあしかしここ最後のとこしか、おお、分からないぞ、取られ方が悪い、取られ方よ、シュートの色、これが惜しい。こうからさあ抜けてきた、のみさん前向いたぞ、エリアの中、いやー、激坂激坂激坂、素晴らしい攻撃力。さあゆきちじ、さあ押し出しろ、4対0、勝ったのは高段者激坂。おめでとうございます。安定的ですな、シースリッキー、いいパスだ、キョギが触ってダイヤー、世界大地追いついてきた。キックオフなんすよね、キックオフ、やはりこの、なるほど、このうわー、そうだ、シースリッキーをどうする、シースリッキーを向けて、ゆっくり決めてきた、シュート。素晴らしい、ランカムさんも意外、こういう人だ、落ち着きましたね、落としたぞ、抜けてきた、抜けちゃった。サイリングフライ、ランカムクリア、トヨタマッシュル4対0、株式会社日立システムの勝利。ありがとうございました。いい試合だったな。ご視聴いただきありがとうございます。社会人 e スポーツリーグアフターシックスリーグのデイ3をお送りいたします。
今回も私ウマンチュが進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。アフターシックスリーグは戦う、つながるをテーマにした社会人 e スポーツリーグです。 e スポーツは年代や性別、ハンディキャップといったさまざまな壁を越える競技です。このグローバルな競技である e スポーツに求められるものは集中力、戦略的思考、チームワーク、スポーツマンシップ。これらは企業で働く社会人に通じるものがあります。そこで社会人の能力を生かせる e スポーツで企業チーム同士がぶつかり合う場を作り、社会人の新しいスポーツ文化を作り出していきます。職場とは異なる定時以降の戦いとつながりの場、それがアフターシックスリーグです。採用ゲームタイトルはリーグオブレジェンド、ブロスタ、エーペックスレジェンズ、e フットボールウイニングイレブン2021シーズンアップデート、 PUBG モバイル。以上5つのチームワークが求められるタイトルになります。アフターシックスリーグはご覧の企業様の協力のもと開催されております。またウイニングイレブン部門ではこちらの8社が出場されます。デイ2までの順位表はご覧のようになっております。それではウイニングイレブン部門デイ3を一緒に盛り上げてくださる豪華メンバーをご紹介しましょう。今回も実況は数々のサッカーイベントでご活躍されているちゃちゃまるさんにお願いします。よろしくお願いします。デイ3も私チャチャマルが実況を務めさせていただきます。順位が少しずつ出てきたり、チームの色が出てきたり、してきているので、それをうまく熱く伝えられたらなと思います。本日もよろしくお願いします。はい、チャチャマルさんありがとうございます。そして解説はデイ2まで務めて、いただきました東京ヴェルディクラブ e スポーツチーム所属のランコムさんに代わりまして、同じく東京ヴェルディクラブ e スポーツチーム所属のエビプールさんにお越しいただきました。同じく東京ヴェルディ e スポーツウイニングイレブン部門所属のエビプールと申します。よろしくお願いします。はい、エビプールさんよろしくお願いいたします。そしてゲストはもちろんこの方、サッカー元日本代表背番号10番磯貝博光さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。今日も楽しませていただきます。はい、磯貝さん本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この豪華メンバーでアフターシックスリーグのウィニングイレブン部門を盛り上げてまいりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。それではルールの説明を、簡単ではございますがルールの方を説明させていただきます。対戦方式は2オン2、両チーム2人を選出したペアプレイでの対戦となります。試合時間は10分、試合形式は総当たり2回戦のリーグ形式となります。順位決定はサッカーではおなじみの勝ち点方式を採用しており、勝利で3点、引き分けで1点の獲得となります。また勝ち点が並んだ場合は得失点差、総得点、直接対決の結果の順で順位が決定いたします。その上で同率だった場合のみリーグ最終日に順位決定戦を実施いたします。本日の対戦カードはご覧の6試合となります。なお対戦カードはアフターシックスリーグ公式サイトでも確認することができます。デイ3第1試合は株式会社日立システムズ VS 日本 PC サービス株式会社の試合となります。ホーム側株式会社日立システムズからは翔選手、ヤマン選手の2名の出場となります。それではヤマン選手、本日の意気込みをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。はい、ヤマンです。我々日立システムズは連勝が続いているので今日も、勝って勢いに乗っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。日立システムズ、現在2勝1敗、3位という好順位につけております。ここからが勝負どころだと思いますので頑張ってください。はい、頑張ります。
対するアウェイ側、日本 PC サービス株式会社からはヤマム選手、ショウ選手の2名の出場となります。ヤマム選手、本日の意気込みをお聞かせください。はい、先日初めて勝利を挙げることできましたので、まあ、いい波に乗っていきたいなと思います。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。日本 PC サービスは現在1勝2敗7位ということで、まだまだ巻き返し可能な順位ですので、これから頑張ってください。さあ、それではいよいよ試合開始と参りましょう。ただ試合開始前に皆様には恒例の掛け声をぜひとも、お願いしたいと思います。僕がアフターシックスリーグと言いましたら、続いて皆さん、お三方にはスタートという、元気な掛け声を、言っていただき、本日も開幕してまいりましょう。それでは皆さん準備の方よろしいでしょうか。参ります。アフターシックスリーグスタート。はい、ありがとうございます。両チームの皆様、試合開始の準備をよろしくお願いいたします。頑張ってください。ここからは実況席の皆様にマイクをお渡しいたします。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはエビープールさん、本日デイ3からの参加ということで、デイ2、はい、デイ1は、ご覧になられていましたか。はい、少しだけ、拝見しました。なるほど、どうでしょうか、はい、その見て感想もしくは、思ったことなどあれば。やっぱり社会人の方で、まあ、そこまでゲームやられてないのかなとは思ったんですけど、自分が思ってた以上に高いレベルでの試合をしていたので、なるほど、かなり今日は解説するのが楽しみにしています。よろしくお願いいたします。はい、磯田さん、どうでしょう、デイ2、デイ1を受けて本日デイ3でございますが、なんか得点入れるこう形というか、はい、そういうのがたくさん見えてすごく楽しいですね。そうですね、また今日も新しいのが見れた。そうですね、前回は、ね、初のレッドカードが出て、そうだね、僕は大いに盛り上がりましたから楽しかったさあ、今回はどんな試合が出るのか注目していきたいと思います。エブルさん、はい、デイ2、デイ1とはやっぱ、その週の調子に応じてチームがやはりこう、はい、好不調出てくると思うんですが、はい、今週はどういったチームが、今週は実はナショナルリーグで、はい、クラブチームの試合が試合をしてないので、なるほど、全員のチームがコンディション安定度っていうのはもう統一になってくるので、あ、なるほど、まあ、多いのがバイエルンミュンヘンとユベントスが人気になるのかな、人気になってくるかなと思います、はい、その、おっしゃってくれた通り、やはり両チームバイエルンミュンヘンを選択してきました、はい、日立システムズも、日本ビジサービスもともにバイエルンミュンヘンですね。調子に関してじゃ絶好調とかいうそれが大きく触れるということもなく、どのチームもやっぱ安定してくるということですかね。いや、選手によってコンディション安定度っていう能力があるんですけ ど、その能力に左右されてくる、はいはい、例えばレバンドフスキ選手とかはコンディション安定度が一番いいので、はい、基本的に不調にならないんですけど、他の選手とかはコンディション安定度が低いと不調になりやすかったりするので、なるほどなるほど、はい、そこはまあベンチがどう動いてくるかという形です ね、 そうですね。あとはちょっと絶好調になるのを願うって感じです。そう、お互いにエースが絶好調になるのを願うという、はい、あとは運ですね。日立、はい、システムズが少し相談している状態ですかね。というところで、さあ時間が少しずつ迫ってきましたね。さあエニープレイヤーしっかり選んでいただきたい。ここでデイワン事故りましたからね。どうでしょう、今お互いのフォーメーションを見てどういった戦いになりそうかなという352と433でございましたけども、352の方が3バックになるので、はい、中盤も5人対向こうは3人になるので、なるほど、支配率は上げれるとは思うんですけど、はい、逆に中盤で奪われてしまうと3枚対3枚の構図になってしまうので、なるべく中盤で奪われないことを意識して動いていた方がいいです。なるほど、はい、日立システムズさんは中盤を意識して動いていくんですね、はい。さあ、間もなくデイ3、1試合目、株式会社日立システムズ対日本 PC サービス株式会社の一戦が繰り広げられようとしております。ホーム画面向かって左側ですね、画面向かって左側は赤いユニフォームが日立システムズ、画面向かって右側が日本 PC サービスですね、ともにバイエルンミュンヘンでございます。さあ、何か設定を変えてくるか、先ほどフォーメーション画面の時にちょっと決まらずにそのまま、はい、時間が過ぎてしまったので今確認してるのかなと確認してる作業ですね、はい、さあそういった細かいところもやはり設定してくるのはガチ感が出てなかなか熱い戦いになるかなと思いますが、さあどうでしょうか、定まっていないか、大丈夫そうですかね。早速日本 PC サービスがセンターバックを変えてくるか
さいきなり先ほどまでおそらく多分入れたい選手を入れられなかったか。そうですね、さいきなりセンターバックを変えないといけないという事故が起こりました。前回はコントローラーの電源が切れるという事故も起こりましたからね。さあどういうこれがどういう波乱を呼ぶか楽しみでございますが、なんとか切り抜けてくれ社会人の力で。多分今設定ミスでコマン選手がセンターバックになってるので、はい、なってましたね。この最初すごいチャンスだと思いますね。さあ日本 PC サービスやはりプレー以外のところで見せてくるスタイル。今日はキングスレコンセンターバックに間違っておくという、さすが日本 PC サービス。ただでは試合を進ませない。いきなりやってくれました。注目もね、このままジャックし続けるとかじゃないですか。そうですね、そのままセンターバックのキングスレイコパン見たかったですけれども、さすがにそこはしっかりと変えてきましたね。さあ時間内になんとか設定を終わらせていただきたいが、どうか大丈夫か日本 PC サービス。ではできたか、いきなり選手交代。さあどうだ、今相談している声が聞こえてまいりましたね。どうだ、できているか。さあどうか、この設定。決まるか。何か資料を見ながらやっているような。ダビド・アラバを見失っていく。大丈夫か。ダビド・アラバどこ行った。もしかしたらベンチに入れるの忘れたか。さあ今見えましたが2枚変えてますね。いきなりセンターバックとサイドバックを変えている。大丈夫か。いや、日本ピッチサービス僕は大好きです。さあ始まりました。さあいきなり日本ピッチサービス選手を2枚変えようという奇襲作戦を見せてきます。キックオフは日立システムズから。さあキックオフ、長い作戦会議の末、さあ始まったぞ。いきなりロングボール、早速狙ってきましたね。狙ってきた。いきなりのシュートニアゴール。立ち上がり狙われた。やはり選手が変わってなかった分ですかね、狙われたか。そうですね、開幕はちょっともうバタバタしていたので、 そうでした、ね、そのままの流れ、そのままの流れでやはりやられてしまいましたね。やられてしまいました。で次からおそらく選手が変わるんですかね。そうです、次から変わりますね。次からちょっとあの落ち着いてプレーしたいところではありますね。キックオフ中はやはり点が入りやすいというのも噛み合って、ここかなり痛い点ですね。すごいコマン選手が雑なスライディングをしましたね。そうですね。しょうがないですね。キングスレイコマンからしたら、え、俺ここやるのということですから、しょうがない。それはね、必死にスライディングもするでしょう。さあここからね、選手が変わりますので気を取り直していきたい。さあここで日立システムズはラッキーな1点。さあ日本 PC サービスは切り替えていきたい。さあ前半始まって1分、選手が2枚変わるというね、素晴らしいスタートを切っていきます。さあ左側日本 PC システム、あ、指定しました、日本 PC サービス。さあ気を取り直して入れてきた。さあ落ち着いて自分たちのペースでいけるのが日立システムズ。キープしてつないでいく、右サイド。さあ繋いでいく、プレスをかける。さあヤマンがキープしてショーへ。さあ抜けてくるか。いいパスが入ったね。抜けて打てるか。ファーライン、いい打ってきた。ファーシュート2点目、日立システムズ2点目。ユウさんどうでしょう。
そうですね、ちょっとまだ修正できてない感じが、はい、なるほど、まあちょっとバタバタ引きずっているかというところ、まだまだバタバタしてるような感じがあるので、なるほど、ただまあ、はい、ウィニングイレブンっていうゲームは、はい、あの5分とかでも、もう勢いで3点とか入るようなゲームになるので、はい、まだまだ全然諦める時間ではないと思うので、そうですね、まだ前半始まったばかりですからね、はい、はい、ただここうまかったですね、そうですね、レバンドフスキ選手に当てて、そうですね、ここでポストプレーしてからのドリブルして、はい、ファーのシュート、素晴らしいシュートでございます。さあ日立システムズが前半いきなり2点先制日本 PC サービスは切り替えていきたい。サッカーでは磯貝さん 2-0 が一番危険ですからね、これは。そうですね、はい、とは、まあ、まだまだ前半始まって PC さん期待したい。そうですね、うん、さあ PC サービス今日 PC のファンがいないもんね、後ろのね。そうですね、うん、いつも4、5人で、ね、後ろに、ね、ガヤガヤ、ね、後ろに、ね、ガヤが応援団がいますからね、ガヤがいないから寂しいんじゃない少し力が出ないか力が出ない、賑やかな雰囲気が持ち味の日本 PC サービス、うんうん、さあその PC 日本 PC サービスのチャンスですね。翔選手がどういうボールを出てくるか、さあ割れるか、これがキーパーさあゆっくり、日立システムズはゆっくり行きたい。これをしっかりとセンターサークルで取って、お振り向けるか、これがオフサイド、オフサイドでございました。さあどういう展開になるか、日立システムズ、ヤマンのフリーキックで落とす、ヤマンへ、ショーからヤマン、これでいく、ヤマムから日本 PC サービスのショー選手、さあ中央に入れてきた、いいとこ通りましたね、ヤマム選手、振り向けるかというところ3枚でカバーしていく、ナイスディフェンス、なんか落ち着いてきた感じだね。そうですね、少し日本 PC サービスも落ち着いてきたか、うん、さあコーナーキック、ヤマム選手から、さあ合わせられるか、さあこぼれたボール、日本 PC サービス、ショーふわっと上げてきて、これが通るか、ヤマムシュート、これがキーパー正面、いや素晴らしい、惜しかった。日本 PG サービス、少し自分たちのペースになってきたか、落ち着いてきましたね。さあこれを拾いたい両チーム、セカンドボール、さあヤマン選手につながるかというところ、さあヤマムから、さあヤマム持つ、日本 PG サービス、ヤマムつないでいく、ショーから上げてきたが、これがナイスディフェンス、拾ったのは日本 PG サービス、なりいく、ショーからヤマムへ繋がるか、ヤマムが振り向けない、抜けてきた、おっとこれを敵に塩を送るというか、クリア、惜しかった。今のはエビポルさん、やっぱ連打しちゃってましたかね、多分ボタンを押し間違えましたね、押し間違えましたね、四角とバツを間違えた、これは痛いミス、痛いね、まだ少し慌てているか、さあというところでナイスボール、さあまだあるぞ、日本ピッチサービス、大きくクリア、日立システムズ、それはどちらが拾うか、さあ日立システムで拾ってつないでいく、ヤマンからショー、さあヤマン、ショーですね、失礼いたしました、お、いいパス持っていく、ヤマンからショーへ抜けてきた、いいね、さあこれを中に切り込めるか、ファー、こぼれて3点目、日立システムズ3点目です。さあいかがでしょう、エブルさん、今のプレー見ていて。そうですね、やはり先ほど、まあ日本 PC サービスさんの方に、はい、チャンスがあったと思うんですけど、はい、そこをちょっと決めきれなかったからのカウンターで、やっぱり3バックでサイドハーフがいるので、はい、ヤブリ選手が起点になって、うんうん、レバンドスケ選手に当てて、うんうん、まあ、うまく飛び出してきたミラーを使ってっていう感じでしたね。やはり3バックのちょっと痛いところを突かれたという形ですかね。さあここでございました。さあ日立システムズは3点目を取って少し落ち着いてきたが、前半30分になるというところか。やっぱりどちらも見ていても、はい、レバンドフスキ選手がすごい起点になっているので、はい、やっぱりそこを起点にして戦っていきたいところではありますね。なるほど、日立システムズはそれがうまくできているというところですね、はい、なるほど、日本 PC サービスもレバンドフスキを起点になんとか攻めていきたい。さあヤマム、ヤマムが左サイド展開、さあショーへ、ショーがつないでいる、さあ中央入れるか、これが通るか、ナイスインターセプト、さあヤマン選手から日立システムズのショー、つながらないというところでヤマム選手がカット、日本 PG サービス、さあまだヤマムがキープ、さあショーへ、日本 PC サービス、ショー取った、
ヤマンが取りましたね。日立システムズ、さあつながっていく。ヤマン選手へ、左サイド、日立システムズショー、ゆっくりつなぐ。ここは慌てなくていいから、日立システムズがマイボール、左サイドポケットに入ってキープしていく。上げられるか、低いボール上げるか、バツでつないで、ナイスカット、日本 PC サービス大きくクリア。さあこれが中途半端だったか、日立システムズ、つないでいく。さあどうだ、左サイド空いているが前を使う、これが落とせるかというところで、さあエブさん、今まで見てどうでしょう、日立システムズの攻撃。やっぱりよく見えてますね、遠いところまで。ああいうところまで見てちゃんとスルーパスを出しているので、うん、やっぱ遠い、ちゃんと仕上げてきてるなっていうのは印象に残りますね。やっぱり2オン2なので、はい、2人の息もね大事ですからね。かなり大事ですね。そうですね、はい。さあうまく今回ってるのは日立システムズだが、日本 PC サービス前半のバタバタをなんとか取り返したい。前半41分のところ、まず1点取りたいね。そうですね、まずは1点を取りたい。さあヤマムから、ヤマムつないで一旦ショーへ落とす。さあ奪ったのはヤマム、抜けてくるかというところ、ナイスカット、つないで右サイド展開。さあ中盤の攻防激しくなってきた。さあこれが届かない、日本 PC サービスマイボールしたい。中央つないで、さあナイスカット、日本 PC サービスショーが触りました。さあキープしていく、つないでいくぞ、ショー打てるか、つなげてきたが、ナイスカット、まだあるぞ、いや集中したい。さあまだある、ガチャガチャしてるというところで前半終了3対0さあ磯貝さん、いかがでしょう、日本 PC サービス、ちょっと前半事故がありましたか。そうですね、やっぱり事故を引きずった流れですよね。そうですね、ちょっとずるずるいってしまったかという印象でございますね。エビプロさん、いかがでしょう、まずは1試合目前半見て。磯貝、まあ、さんと同じ感想で、ちょっと事故を引きずってちょっと、ね、感じがちょっとバタバタしてしまったかなという感じですね。さあ後半なんとかしたいが、日本 PC サービスはあと1枚しか変えられないという状況頑張ってほしい。日立システムズは、少し余裕のある展開になってきたか。どうしよう、エブルさん、日本 PC サービスはまあ負けている状態ですが、何か策があるとすれば、はい、もう2枚使っておりますが、2枚使ってますけど、はい、まあ、絶対勝ちに行くしかないと思うので、はい、4点取らないといけない状況なので、はい、まあ、同じ3バックにするとかでもいいと思いますし、あ、なるほど、中盤の、はい、厚みを増させてというところですね、はいはい、もう点取りに行くしかないような状況なので、そうですね、1枚攻撃的な選手も加えるという選択肢のみになってくるか、はい、スーパーサブっていうその能力があるような選手も、はい、サネ選手だったりコスタ選手だったり多いので、はい、なるほど、そういう選手をもう入れてもいいのかなとは思いますね。なるほど、そうですね、はい、まあ、もしかしたら60分過ぎぐらいから入れてくるのか、でも、はい、そうです、あ、1枚変えてきたか、変えましたね、変えましたねさあ日本 PC サービスは変えてきて、日立システムズはこのまま来るかどうか。さあどういう、日本 PC サービスは1枚変えてきましたが、日立システムズはスタミナを見ながら、やっぱこうサッカー感が出てきますよね、出てきますね、はい、ボールもらうとことか、そうですね、はい、横か縦かというところも大事になってきますからね。実際にサッカーを経験していたような選手が活躍しやすいですね、2オン、なるほど、なるほど、はい、実際のサッカーにかなり近くなるので、やっぱりイメージがね、はい、やっぱ共有しやすい、そこの共有ということですね、はい、なるほど、確かにサッカー経験者は有利かもしれません、はい、まあ、磯貝さんもガチでやれば結構いいところいけるんじゃないですか。さあ後半入りましょう。さあ後半にね、まもなく行こうというところで、PC の元気をちょっと見たいね。そうですね。さあどういった攻撃を見せてくれるのか。日立さんはちょっと硬いからね。そうですね。日立さんはやはりずっと全体的にね。そうですね。まだまだ3枚カードも残ってますから、どう切ってくるのか。PC のやっぱセンスね。そうですね。先に点を入れてほしいの。はい、ではエンドが変わりますね。白いユニフォーム、画面向かって左から右に攻めるのが今度は日本 PC サービス、赤いユニフォーム右から左に攻めるのが日立システムズ、ともにバイエルミュンヘンを使うという形でございます。さあ日立システムズつないでいく、左サイド、さあ突破するか、上げてきたが、いやこれ触れない、ナイスディフェンス、日本 PC サービス。
さあ日立システムズのチャンス、コーナーキックどうするか、ニア気をつけたいが、バット上げてきた、拾えるか、さあこれまだ日立システムズボール、上げてくる、ショーからヤーマンつながるか、さあ日本ピースサービスショー、おーガチャガチャしてた、ガチャガチャした、ペナルティーアーク付近上げてくるか、ナイスディフェンス、ヤマムがディフェンスしました、素晴らしいディフェンスでした、さあヤマムからショー、日本 PC サービスがつないでいく、センターバックから回していこうという、ショーからヤマム、さあヤマム左サイドできるか、スルーパス抜けてきた、日本ピッチサービス、早めに上げてきたぞ、エブさん、今のは早めのグランダークロス、アーリークロス、いかがですか。そうですね、ああいうところで、やっぱり、はい、センターフォワードのレバンドフスキ選手に簡単に当てるっていうのは、一つチャンスになると思うので、あそこで一度当てて、なるほど、起点にしたいというところですね。はい、さあ、日立システムズ、拾えるか、ペナルティーアークか、シュート、大きくクリア、日立システムズ、さあ、日立システムズ、やはり安牌に安牌にボールを多く蹴り出してきます。3対0、日本 PC サービスは攻めるしかない。どうする？徐々に寄っていくぞ。ショーから、ヤマム、抜けてくる。さあ、エリア内入ったぞ、うん、ミドルシュート。いいね、いいね、シュートですね。そうですね、ようやくまずはシュートらしいシュートを打ったという形。うん、ちょっと PC さん、今日顔が激しい。そう、厳しい、険しいですね。そうそう、スマイル。いつも負けていても楽しそうなんですが、やはり前半少し空気が。応援団もいないので気になりますけどもね。さあ当ててきた日立システムズ、ポケットに侵入して内側に切り込めるかというところ、うまいですね、いやおっと、さあコーナーキック、日立システムズまだまだチャンスが続きます。後半60分、上げるのはショーから、うん、上げてきた、さあヤマムがクリア、ヤマンからショー、ブロックしていくのが PC サービスのショーからヤマム、さあこれはまた PC サービスボールか、自分のボールにしている時間が少しずつ PC サービス長くなってきたが、決定的なシーンが作れない、システムがつないでアタッキングサードを右へ展開していく、つないできて打てるか、出してきて4点目、日立システムズ素晴らしいつなぎでした。エブルさん、エブルさんも思わず馬とヤバと言いましたが、どうでした。いや今のやっぱりその、はい、声掛けも日立システムさんの方はしっかりされてるので、はい、ここで持ったら、この場面も多分サイドに出したら一人が裏に抜けてるんですよね、はいはい、あここですね、ここに抜け出しがしっかりできてるので、はい、かなり連携高いなと思います。なるほど、やはり2人の息が合っているのは日立システムズ、はい、この裏抜けですね。さあ4点目を叩き込んだ日立システムズ、かなり余裕のある展開になってきた。日本 PC サービスは少し苦しいか、1点でも2点でも返していきたい。さあ帰ってくるか日立システムズ、やはりここはスーパー最初のミスが痛かったね。ちょっとやはり引きずってちょっと痛かったですね。ここで選手を変えられないというのは苦しいか、うん、日立システムズは2枚変えてくるか、さあキングスレイコマン入ってきました、ドグラスコス、やはりスーパーサブ持ち選手が2枚出てきた、さあ中央当ててキープできる日立システムズ、マイボールしてるぞ、さあエリアの中侵入できるかというところ、さあ取ってヤマム、日本ピッチサービス、ヤマムが出すことができます。駆け上がっていくが、ナイスディフェンス、素晴らしい、ヤマンでした、これは日立システムズ、ヤマン選手、松井でしょう、ここが息が合わなかった、今のが2オン2の面白いところか、ちょっと息が合わなかったですね、チャンスではありました。さあヤマムがキープしていく、日本ピッチサービス、さあガチャガチャしているが、さあショーからヤマンつながるか、さあヤマムへショー、ヤマムワンツーできるか、ナイスディフェンス、日本 PC サービスのショーがカット、ヤマムからつないでいく、日本 PC サービス、
後ろの方ではボールを持っているがこれを前につなげることができるか。さあ繋いできた、アタッキングサードに入ろうかというところ、くさびのボール、これがカットオフサイドか。オフサイドでございましたね。フォーメーションが5枚中盤がいるので、はい、なかなかその PC サービスさんの方が前に持っていけないですね。なるほど、はい、向こうの中盤以降のディフェンスが厚いという形ですかね。ですね、はい、なるほど、日立システムズは堅実に行こうというところ、フライするか通るかというところもさ、持てるか、シュート打たない、これをサイド散らして、ミスか、操作ミスか、さあ、つないでいく日本ピッチサービス、これをサイドに散らしたいが、つないでいく、ヤマンからショー、さあ、ヤマン、こういうところ上手やね、前ですね、ここですね、ここですね、日本ピッチシステム、時間作れてるので、そこからチャンスが生まれてますね、ここのためですね、さあ、つないでいくヤマン。さあショーからヤマンがシュートダイレクト、キーパー正面。さあ日立システムやはり中盤で余裕がある分攻めも分厚くなってきますね。そうですね、はい、ここのつなぎもしっかりしている、2人の息がぴったりと合っている日立システムズ。やっぱ止めますか、あれ最後は。最後は自分だったらもう一つちょっとクッション入れて打ったら入ったかもしれないです。ちょっとシンプルすぎたかな。シンプルすぎてやっぱキーパーが反応しちゃって、ね、はい、やっぱノイアーなので強いですね。さあここニアを狙ったヘディングでしたがサイドネット。コーナーキック今シーズンというかこちらはなんか使用あったりしますか。ニアを狙った方がいいとか。やっぱりニアが強いですね。ニア強い、はい、今のような形が一番強いですね。なるほどなるほど、それを分かっていたか。日立、あと、これがパスミス、日本ピッチサービス、後半が81分というところで日立システムズが随分押し込んでいる形になるが、さあどうする。ヤマンがショーへ、ショーからヤマン打てるか、これがナイスキーパー、少しディフェンスの足に当たりましたが、さあ日本ピッチサービスマイボールしていきたい。ショー、ヤマン、でもやっぱり一人しっかりプレッシャーがいってるんですよね。うん、そうですね、中盤の高い位置でかなりプレスをかけていく。いいプレー、いいプレー。さあ右サイド抜けてくるか、ヤマム。PC 点取れ。さあ磯貝さんの応援が日本 PC サービスを支えるか。なんとか一矢報いたい、うん、さあヤマンからショー、しかしそうさせない日立システムズが縦に長いボール、ま、さあこれを奪われたくらいが、さあチャンス、ショーからヤマン、あっとヤマンが奪う、ショーどっちだ、ヤマン、ショークリアしていく日本 PC サービスさあ5点目かというシーンでしたが、さあまだあるぞ日立システムズ、エリア内入った、ヤマンがキープして、ヤマンのシュートは外れた、5点目ならず、日本 PC サービスガンガン押していく。ここキーパーが触ったかシュートミスか、惜しかった、少しずれた日立システムズ、5点目を入れようかというシーンでしたが、さあ日立システムズは最後変えてくるか。もうおそらくアディショナルタイムに入ってるでしょう。硬い、ね、硬い交代だね。盤石の試合を見せるのは日立システムズ。アディショナルタイム、はい、3分でございます。さあ日本 PC サービスは1点でも2点でも返したいこの状況。しかし日立システムそれを許さない中盤の厚さ。ヤマンからショー、さあ抜けてきたぞ、ヤマンシュート打てるか、キープして、さあナイスディフェンス日本 PC サービス、最後まで集中したい。さあ日立システムズ5点目になるか、日本 PC サービス得失点差もあるからなんとか集中して最後守りたい。ラストワンプレートなるか、ヘディング、ナイスキーパー、まだあるぞ、ペナルティアーク拾えるか、日立システムズ振り向けるか、キープしていく日本ピッチサービスのナイスディフェンス、ガチャガチャしてきたというところで4対0、勝ったのは株式会社日立システムズ、おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい試合でございました。いや、もったいなかったね。そうですね、日本ピッチサービスちょっと、悔いが残る試合になったかと思われますが、ね、では、まずは日本ピッチサービス、のそうですね、ヤマム選手、戦ってみていかがでしたでしょうか。いやー、ちょっと作戦負けっていう、そうですね、前半少しバタバタしてしまったかなという、いやー、強かったです、はい、まあ、またね、作戦を改めてね、今度落ち着いた前半ができるように頑張ってください。ありがとうございました。では、勝ちました日立システムズでは、翔選手にお話聞いてみましょう。翔選手いかがでしょうか、やってみて。はい、翔です、はい、まあ、前半キックオフで最初に点取れたので非常に
そうですね、こちらのペースで試合を進めたので良かったと思います。はい、練習を続いておりますので、この調子で頑張っていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、馬内さんに返したいと思います。よろしくお願いします。はい、両チームの皆さんお疲れ様でした。いや、日立、株式会社日立システムズの、立ち上がり、相手の日本 PC サービスのミスをついて、そしてキックオフからそのまま点を取って勢いそのままに2点3点4点と、決めていくと、非常に流れをつかんだ試合だった、今後もね、この日立の勢いっていうのは止まらないんじゃないかなというふうに思います。素晴らしい試合でした。株式会社日立システムズ様、日本 PC サービス株式会社様、お疲れ様でした。第1試合は株式会社講談社劇坂 VS 学校法人 TBC 学院となります。ホーム側株式会社講談社劇坂からは高選手、のみさん選手の2名の出場となります。それでは高選手、本日の意気込みをお聞かせ、すいません、それでは高選手、本日の意気込みをお聞かせください。はい、ここまで3連勝で来れているので、今日も、連勝を伸ばせるように頑張りたいと思います。はい、激坂は現在3連勝、おっしゃる通りで堂々の1位でございます。このまま、突き進んでください。頑張ってください。対するアウェイ側、学校法人 TBC 学院からはアラバ選手、準 TBC 学院選手の2名の出場となります。それではアラバ選手、本日の意気込みをよろしくお願いします。はい、激坂さんをどうやって止めるかっていうのをすごい研究してますので頑張りたいと思います。はい、現在 TBC 学院は2勝1敗で2位につけていますので、本日このマッチアップ、天王山といっても過言ではない、前半のね、天王山といっては過言じゃないと思います。頑張ってください。頑張ります。頑張ります。はい、ありがとうございます。それでは開始前に、皆様には恒例の掛け声を一緒にしていただきたいと思います。僕がアフターシックスリーグと言いますので、皆様は続いてスタートと、元気よくお願いいたします。それでは参りましょう。アフターシックスリーグスタート。はい、ありがとうございます。それでは、両チームの皆さんは試合の準備をお願いいたします。ここからは実況席の皆様にマイクをお渡しいたします。はい、デイ3 2試合目をお二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。エブブさん、どうでしょう、デイ3から参加して1試合目ちょっと緊張もあったと言ってました。そうですね、2試合目以降はちょっと緊張せず、もっと自分らしく喋って、そうですね、ぜひぜひお願いいたします。よろしくお願いします、よろしくお願いします。エブブさん、どうでしょう、デイ3 1試合目終えて。いや、もうなんか見慣れたというか、そうですね、顔なじみのメンバーになってきましたからね。はい、終わる頃にはどうなってるのかな。少しずつ顔と名前が一致してきてますから、こちらも期待して見ております。はい、よろしくお願いいたします。これケルラ選手上にいると思うんですけど、クルセフスキーよりも上に行きたい。あ、なるほど、そこですね。間に合うか嘘の情報を流していく、初めて聞きました。候補が嘘の情報を流すというね、素晴らしい作品ですね。みんな慣れてきましたね。情報が大事な時代ですから、情報操作していくというね、素晴らしい作品です。言葉にもやっぱりウィーですね。そう、言葉にもウィーでしていく。何を言葉にもお入れしていくというね、さあ、なんとか、フォーミーション間に合ったか。高段者の坂の2人も休日なのに出勤してきてますから、ね、負けるわけにはいかない。早速出勤して負けると思うんですけど、厳しいです。さあ、まもなく始まります。高段者の坂バイエルンゲーム展当時 TBC 学院がイベントスという一面でございます。まあね、はい、守備も強いし、お互いエースもいるからね、面白いですよね。そうですね、この流れはね、強豪揃いということでございます。さあ、始まります。 Day32 試合目でございます。講談社激坂が赤いユニフォーム、バイエルンミュンヘン、左から右へと攻めていきます。学校法人 TBC 学園は白のユニフォーム、右から左へ攻めますユベントスを使います。さあ、どういう展開を見せるか。野見さんからコウ選手、さあ、野見さん、さあ、素晴らしいパスワーク、右へ出してきた、投げられるか、どうする、
早速打ってきたグランダーフランス打てるか、ナイスディフェンス、最後の1枚まだ集中したい、ガチャガチャするからニア決めてきた、いきなりの先制、高段者激坂、どうでしょう、ビプルさん、やはりキックオフ後、そうですね、すぐですね、でうまくミラー選手が流れたスペースに、はい、センターハーフのトリスト選手が入って、まあ、クロスを上げてっていう形だったので、しっかり連携も取れていたゴールだったと思いますね。素晴らしい、高段者激坂、やはり強い。休日出勤のね、休日出勤ですからね、からね、そうですね、負けるって黙るかというね、給料にも影響してくるか。さあ、ジュン選手が今度は大きく出してきた、アラバ、つないでいくアラバ、この TBC 学院のアラバ選手と、そしてバイルミュンヘンにもアラバという選手がいるので、うん、僕非常にこれいつも困るんですよねバイルミュンヘンの左サイドに、ダビド・アラバがいて、 TBC 学園の、操作している選手にアラバ選手がいますので、そこをちょっとね、皆さん見ている皆さんごっちゃにならないようにお願いいたしますね。僕は基本操作している選手の名前で呼んでおりますので、兄弟アラバ選手が使って、アラバ選手が決めたらどう言えばいいのか、そうですね、アラバが使ってアラバが決めていくという形でしょうかさあ、野見さん、この人のパスワーク非常に、おっとというところでいきなりちょっとパス見せ、さあ TBC 学院ボール、ユベントス、さあ順からアラバ、ここからつないでいく、さあ順がつなげられるか、拾うのはこうから野見さん、さあつないでいく、野見さん、この人のパス回しがとてもうまい、さあ声つながって左ポケットに入っていこうかというところ、やっぱこれが自分のイメージですよね、イメージですね、今ね、はい、ああいうやっぱりしっかり広く使ってますね、激坂の方は、そうですね、はい、素晴らしい、さあそして中央に入れてから、やはりシュートまでしっかりと持っていきます、そうですね、しっかりね、はい、やっぱりここも 4CB になるので、はい、人数がしっかり揃ってるんですよね、なるほどなるほど、こういうところ抜けてくるが、これノイヤー、はい、やはり4枚しっかり残ってるというのは大きいですかね、大きいですね、カウンターをのリスクがないので、なるほどなるほど、はい、そこはしっかりと、ただこれはロナウド、あ、惜しい、さあしかしまだ TBC 学園あるぞ、アラバかな、ね、面白いね、おお、さあ奪ったのはこう、野見さん、大きく一度蹴って落とせるか、さあこうから一旦センターバック預ける、野見さん、こう左サイド、このニャブリ選手をうまく激坂は使ってますね、はい、なるほど、ここも左サイドですね、はい、ウイングでそこが浮いてるので、はい、そこにどんどんパスを出して起点作ってますね、ニャブリが起点になってくるのは激坂、高段者激坂、左サイド注目したい、さあ順が中央キープできるか、さあコウが奪って、野見さんしっかりキープする、素晴らしいキープ、さあ中央で細かくつなぐ、コウ、さあどうだ、入れてきたぞ、打てるか、いいよ、スライディング、ファウルはない、ナイスです、抜けてきたか、シュート打てるか、ニアサイドポスト、さあ守ったアラバ、 TBC 耐えたい、なんとか耐えた TBC 学院、さあ耐えてほしい、なんとか耐えて対策してきたと言ってますからね、はい、さあ野見さんからこう、野見さん中央アタッキングサード入ったところ、抜けてくるか、スルーパス、足元、いや、いいディフェンスですね、素晴らしいディフェンスでしたね、2枚で挟んでいく形、こうから野見さん、さあ右サイド、こうから入れてきた、これが合うか、ナイスディフェンス、ジュン、これを拾いたい、アラバ拾っていく、これいいですね、中盤こうやって使うのはすごいいいと思います、一度、はい、おっと長いフライスルーが入ってきたぞ、アラバキープできるか、シュート、惜しい、点を仰いだジュン、アラバと2人で点を仰いだ、惜しかった、まあでも狙い通りだよね、狙い通りですね、やはりあそこ中盤深いところ当ててからというのは大事ですね、 4CB なので、はい、センターバックがいっぱいいるところにパス出すよりも一回ちょっと中盤経由してからセンターフォワードに出すのが非常に有効的だと思いますね、先ほどかなり有効な手を使ってきた TBC 学院、やはり研究しているか、はい、さあここつないでアラバ、あ、これもここいいですね、そうですね、ここにつなげですね、やはり一旦中盤で一回落とすというのがですね、はい、非常に重要なテクニックですね、なるほど、さあ結構守備も前々来るよね、はい、うん、そうですね、さあ ここもしっかりとディフェンスできるか、事故を起こしたくないが、落ち着いてます、ね、そう、あらば大きく蹴ってクリア、さあ大丈夫か、さあ順がキープ、順が一旦中盤で長く持って右に展開、よく見えてますね、素晴らしい、あらばから、おっと取るか、さあ順中央入れて、さあ抜けてきた、エリア内侵入したか、これがマイボールになるか、ナイスディフェンス、さあやはり中盤
しっかり回してから TBC 学園出てきましたね。そうですね、うまく中盤の枚数で、うまく攻めてると思いますね。なるほど、はい、やはり一度中盤に落とすのは大事か。さあ上げてきた、これがまだかオフサイドか。惜しかった。いや一節から比べるとみんな相当やってますよね。そうですね、かなり皆さん腰足をっていうのがそうそう出てるもんね。さあ野見さんから今度は中盤大きく入れてきたが、さあセカンドボール拾えるか。こうさあ野見さんがキープ抜けるかというところでナイスカット。あらば左線、さあここゆっくりつながり始めてきてるのは TBC 学院。いや素晴らしいパス、抜けてきた、立てパス打ってきた。TBC 学園マイボールで、形作れてきてますかね。そうですね、攻撃まで、はい、しっかりシュートまでいけてるので、そうですね、この形を続けていくと、うん、チャンスはどんどん広がっていく。こういう守備もいいしね。そうですね、ここの最後の1枚守ってからの中盤のディフェンス、はい、さあ大きいボールも入れてきたぞ。さあこうが野見さんというところで1対0、うん、高段者激坂がリードして折り返すという形です。どうでしょう磯貝さん。いや、劇作家さんがね、はい、ちょっともうちょっと慌てるとこ見たいですね。そうですね、まだまだちょっとまだまだちょっと余裕がありますよね。余裕があります。強豪劇作がどう後半見せてくるか。エビプルさんどうでしょう。そうですね、だいぶ TBC さんは、攻撃の形作れてると思うので、ね、ただ、ちょっとロナウドにまだボールが渡ってないので、うん、そこを見たいところではありますね。そうですね、ロナウドを起点にしたいか、はい、さあお互いに交代等々なかったか。エンドが変わります。白いユニフォーム、左から右に攻めるのが学校法人 TBC 学院。赤いユニフォーム、右から左へ攻めるのが高段者劇坂ですね。守備かなりいいですね。高段者劇坂、パス回しに定評があるがディフェンスも硬いぞ。さあどうした、繋がるか、抜けてくるか。さあ野見さん、もう一回出せるか、抜けてきた。こうからエリア内入った、上げてこれるか。これはナイスディフェンス。あらば最後の一枚しっかり守るが、まだアタッキングサード。野見さんカット。いや、いい守備繋いで、こう落ち着いている。ちゃんとパスコースが切れてますね。そうですよね。そう、ここですね。そうですね。しっかりとパスコースに入ってくる TBC 学園。ディフェンスは硬いぞ。さあ、どっちのボールだ。さあ、日本 P…、失礼しました。学校人 TBC 学院ボールですね。さあ、アラバから。ジュン。さあ、ここでカット。野見さん、前が開くか。さあ3対3、枚数は足りているぞ、抜けてくる、こう1対1ですね。さあ1対1、どういう展開を見せるか。ナイスキーパー出してきた。野見さんまだキープ、キープするエリア内、キープ、素晴らしいキープ、奪わせない。アラバがディフェンスに行く。さあいけるか、ペナルティアークルのあたり。さあナイスディフェンス TBC 学院。さあアラバナイスディフェンスでしたね、うん、さあジュンから。さあしかしやはり4バックしっかり残っております。いいとこ出ましたね。出してきた空いたスペースにこれがつながるか。イメージがいいよね。はい、そうですね、見てて。ここ TBC 日本 TBC、 失礼しました、TBC 学院ここしっかりつながってきてますね、うん、チャンスは増えてくるか。しっかりサイドバックも上げれてるので、はい、どんどん奪えてるんですよね。そうですね、攻撃もできてますし、高段者激坂しかし最後やらせない、うん、さあ野見さんがさうまいかわしてきて、野見さんがテクニックを見せていく。細かいテクニックを見せると、野見さん抜けてきた右サイド、上げれるか、上げてきた、これがつながると厳しいが、さあまだあるぞ、こうタッキングサードで持って、野見さんにつながるか、つないでいく、右サイドというところ、ナイスディフェンス、いい、ね、TBC 学園、そして高段者劇坂ともに守備がしっかりしてますね。そうですね、連携ができてますね、うん、最後安定している、はい、やはり1対0、硬い試合になってきた。さあそろそろスーパーサブの選手入れてくるか、高段者劇坂。バイエルミュンヘンの方がスーパーサブの選手が、はい、キングス・コマン選手だったり、はい、サネ選手、コスタ選手がいるので、ただユベントスはもうスタメンでスーパーサブのモラタ選手を使っているので、なるほど、ベルナルデスキ選手も使っているので、はい、スーパーサブの選手が今ユベントスはいない状況なので、どこちょっと変えるか、変える、あとはじゃあもうスタミナを気にして変えていくかという感じですね、はい、なるほどなるほど。さあ高段者劇坂はやはりキングスレイコマン、サネ入れてきますね、とドウグラスコストも入ったが、やはりスーパーサブ選手を3枚入れてきた高段者劇坂。高段者劇坂やはり攻め落とそうという形ですね。やっぱりカウンター気をつけないといけないですね。そうですね、足が速いので、うん、3人とも。さあ後半が62分のところ、 TBC 学院はどうするか。スーパーサブの選手はもう出ているが、しかし研究してきたと言ってますからね、まだわからないぞ。どうするか。
まあ、あとはサイドバックの選手を使っているので、はい、サイドバックは結構スタミナが出やすいので、本当にちょっと前出しちょっと並走しちゃうと、はい、そのスパサブの選手にぶち切られてしまうので、なるほど、そこも気をつけたい。あのボールの取られ方だけは気をつけた方がいいと思いますね。TBC 学院はサイドに持たれた時のボールですね、気をつけたい。さあまだ1対0で後半62分なので TBC 学院もまだわからないぞ。ただ高段射撃者がかなり前のめりで来るか、前線が3枚変わってますのでね、どうか。少し自分の腕じゃなく少し愚痴がこぼれたか TBC 学院。前長が多い。なるほど。生徒たちは先生の言い訳をあまり見たくないと思うが、頑張ってくれ。さあ、なんとか逆境を追い風に変えてほしい TBC 学院。さあ、お互いの作戦が決まりました。高段射撃坂はやはり盤石のサッカーを見せようというところ、ね、攻撃的な選手、スーパーサブ持ちの選手をきっちり3枚入れてきました。サッカー感をどうやって出してきますかね、激坂さんの。ここは気を注意したいぞ、激坂。さあ、つないできた、右サイド。ここですね、この選手気をつけたい、三野美さん。両サイドがスーパーサブ持ち。大きく蹴ってきた、TBC学院。これをキープできるか、三野美さん。中央なんか速くなってきたね、はい、展開が速くなりましたね。そうですね、うん、アラバ選手の息子もちらっと顔を覗かせる、うん、守れてる。来た、さあ、次のみさん、ここからのみさんへ。現れてくる、アラバ選手のカメラに子供が映ってきた。スーパーサブを出してきた、アラバ。アラバのカメラにスーパーサブを出してきた。惜しい、出てくれ、出てくれ、お父さん頑張ってくれ。まだまだスーパーサブの選手いましたね。いましたね。僕も知らなかったです。さすがのプロゲーマーも知らないスーパーサブ。さあ、なんとかキープして、高段射撃坂。のみさんが大きくクリア。さあ、順から。つ、う、な、ん、がるか。さあ、ナイスボール。足元入ってきた。これをなんとかマイボールしたい。のみさん。こう、こうからこう。うん、さあ、のみさん。さあ、これここスーパーサブのこの選手気をつけたい。早いぞ、抜けてくるか、キープして、さあ、慌てず一旦横に落として、さあ、そしてまたさらに右サイドふわっと浮かして、いけるか、こうつなげるか、こうがキープした、ナイスディフェンス。しかし奪わせない高台者、激坂、さらに取っていく、あらば守備いいですね。そうですね、スーパーサブの選手が出てきてからも全然落ち着いて守備できているので、はい、素晴らしい、はい、プレイスキルでなんとかカバーしていこうというところ、 TBC 学院。さあ、こう抜けてくるか、おっと息が合わなかった。一旦キーパーへ戻して、大きく蹴った、ジュン、キーパーで大きく蹴っていく。さあ、つないでいく、アラバ。さあ、後半が80分、1対0、こういうところイメージできてるよね、はい、そうですね、ここ TBC 学院中盤しっかりつながってきた。さあ、いけるか、打ってきた、こぼれ球、惜しいシュート、これがこぼれればというところでしたが、これカウンター気をつけないとですね、これ気をつけたい。さあ、スーパーサブが両サイドに2人いるぞ、ここを気をつけたい、左サイド、コウが出してきて、これがつながるかというところ、オフサイド、やはりあのカウンターの左サイド、右サイド、気をつけたいですね、はい、ただ落ち着いて対応できてましたね、うん、はい、まあ、TBC 学院、素晴らしいディフェンスを見せていきますね、はい、そうそう、トップ、見せるか。さあ、こう殴り合いに行こうというところ、 TBC 学園。高段者激坂、さあどうするか、まん受けて立つのは高段者激坂。フォートップ後半83分。点取りに行く、間違いないですね。そうですね、さあ、攻撃的なサッカー、あとはまあサイドのサネと、コマン気をつけたいというところか、守るときは TBC 学院その2人を気をつけたい。
まあ、あと10分ぐらいしかないので、はい、もう点取りに行くしか、ね、この状況だと、まあ、勝ち点0か1かで全然今後違ってくると思うので、そうですね、やはりリーグ戦でございますので、はい、確かに引き分けにし、なんとか引き分けにしたい、はい、逆に激坂さんはその、はい、相手すごい前向きに来ているので、はい、もうカウンターで一発取れればかなり状況は楽になると思いますね。そこをなんとかカウンターで取っていきたいのは、見たいね、激坂、はい、うん、楽しみですね、これからの攻防どうなるか、突き破るか、守り通してカウンターを一撃入れるか、まあ、休日出勤だから、そうですね、こういうのなんか休日返上でね、気楽にね、そうそうそう、気楽に休日秘密兵器出してきて持ってきたらよかったみたいな家から家から休日だったから何かあったかさあなんとか前のめりになっていくぞ。おさあしかし小田社激坂狙い通りか、お好きにはさせないか、あらば一旦後ろに戻してさあマイボールにしていきたい TBC 学院、落とせるか、さあこれは中盤で取った、大きく動かしてこうから大きく浮かした野見さんに通るか、落とした、しっかりと落として左サイドディフェンスできるか、順さあ好きにさせないこのサイド、このスーパーサブ選手をなんとか守りたいが2枚でいく、しっかりと奪った守備、ね、守備とファールか、惜しかった。さあ左サイドこうが入れてくる、どの選手を狙ってくるか、まもなく90分になろうというところ、アディショナルタイムは何分か、もう激坂の方はもうキープして試合を終わらせに来ているような感じしますね。さあアディショナルタイムが1分、さあ激坂はもう慌てないですね、サイドでマイボールしようかというところ、さあこれをなんとか奪いたい TBC 学院、しかし奪った、気をつけたい、エリアに入られるぞ、細かいパスつなぐか、あらばから、さあしかしまだここをつながるか、大きく出してきたというところで1対0、勝ったのは株式会社講談社激坂でございます。ありがとうございました。さあというところで、残念ながら負けてしまいました学校に TBC 学院。そうでは純選手いかがでしたでしょうか。いやー強いですね強かった、その強さを肌で感じていかがでしたでしょうか。今後まだまだ続いていきます。ちょっと自分たちのサッカーが全然できなかったので、はい、もっと練習しないとダメだなと思いました。はい、また2人の、ね、コンディションに気合ったプレーを見せてください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあでは講談社激坂選手では、野見さん選手のお話、野見さん選手いかがでしたでしょうか。非常に厳しい戦いだったんですが勝ててよかったです。はい、連勝回路を突き進んでいただければと思います。ありがとうございました。それでは、ルマンジさんに対して お願いします。はい、両チームお疲れ様でした。いやー激差が本当に強いですね。これで4連勝ということになりました。いやただ対する TBC 学院の方も、非常にこう固いディフェンス、そして攻撃でも何度もチャンスを作って、まさに首位攻防戦にふさわしい試合だったんじゃないかなというふうに思いました。株式会社講談社激差家様、学校法人 TBC 学院様、ありがとうございました。第3試合はスターティアレイズ株式会社 VS OK セレクト株式会社となります。ホーム側スターティアレイズ株式会社からは C3PO 選手、ヒョギ選手の2名の出場となります。それでは C3PO 選手、本日の意気込みをお聞かせください。はい、今日は絶対に勝ちます。お、強い意気込みありがとうございます。現在、スターティアレイズ株式会社は3敗0勝ということで最下位に落ち込んでしまってますので、こっからの巻き返し期待してますから頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。対するアウェイ側 OK セレクト株式会社からは長田社長選手、ソネッチ選手の2名の出場となります。それでは長田社長選手、本日の意気込みをお聞かせください。前回負けてしまったので今回頑張ります。はい、ありがとうございます。現在は、1勝1敗ということで真ん中にいますからね、今日勝つか負けるかでかなり今後変わってきますと思いますので、頑張ってください。は
はい、それでは開始前に皆様には恒例の掛け声を一緒にいただきたいと思います。アフターシックスリーグと僕が言いましたら、皆さんで元気よくスタートとお願いいたします。それではよろしいでしょうか。参ります。アフターシックスリーグスタート。はい、ありがとうございます。両チームの皆様、試合開始の準備をお願いいたします。それではここから実況席の方にマイクをお渡しいたします。はい、本日の第3試合を、お二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね、早速ソネッチさんがね、もうスーパードライが画像見えておりますけれども、ね、社長と電話しながらビール飲んでゲームする時代でございますね素晴らしいですね、いい時代ですねそういう時代になってきましたよ恐ろしい、考えられない、ね、勝てることができるか、オーケーセレクト。前回おそらく初めてレッドカードが出たのがオーケーセレクトですよね。そうですね。ですね。今日はね、オートスライディングをぜひ外してね、プレイしていただきたいと思いますけども、オートスライディングでしたって言ってましたからね。でもあれやっぱあんだけ変わるっていうのを見てて、そうですね。やっぱり その辺のね、設定とかもね、やっぱこう長い戦いになりますからね、慣れていっていただければと思います。さあ、スターティアレイ、ズガイ、バイエルミュンヘン、オーケーセレクトがユベントス、やはりこの日中。ね、今度はどういうフォーメーションにしてくるか。これはおそらく4-5-1でいくか、オーケーセレクトは4-4-2。調子とかそういうのはあるんですね。そうですね、結構かなり重要な指標になるので、そうですね、PBC 学院の調子悪いの多すぎるって多分自分たちがやりたいフォーメーションできなかったなという印象もありましたけどね最初に言ったよりユベントスの選手の方がその調子がちょっと悪くなりやすいので、なるほど、バイエルに比べて、はい、そうです、あとは控えの選手がちょっとバイエルよりは充実してないので、そうなった時にちょっと困っちゃうんですよ、苦しいというか、はい、なるほど、それがちょっと出てしまったのが先ほどの試合でした。さあ今回はどうか、相当練習してきているか2チーム、ワントップですかね。そうですね、スターティアレーズはワントップで来るか、そうですね、セカンドストライカーを練習ミッドフィールダーの当たりに出る、ね、佐々さん、ケディラと、はい、ラムジーじゃない、ラムジー交換ですかね。どうやらオーケーセレクトはソネッチさんが仕切ってるんですね。やっぱ一番最初から比べるとすごい、そうですね、やっぱ負けたくないというのが出てきてますねどのチームもさあ、イベントスやはりこの2チームに今日はそうですねC3PO さんが4連敗になっちゃうって言いましたねルークスカイウォーカーを連れてくるか、こうなったら負けになっているか、マクケニー、どうしようかな、アルフルがマッケニーしますか、じゃあマッケニーで、はい、ちょっとやっぱダメだな、調子悪いわやっぱりお互いの声が聞こえるといいですね、そうですね、面白いですね、こちら側としてはどこまで情報を言っていいのかというのをちょっと悩む、はい、それは悩みますね、どこまで言っていいんだ、突っ込んでいいのか、調子バレるぞとかいろいろありますね、あれですね、後半になったらもうディバラとモラカ、ベルナルスキーとケイタ交換ですね、はい、後半、うん、はい、まあいいところで、調子の気になるところ、はい、タイミングいいところですね、はい、さあスターティアレイツは準備ができたか、エリープレイヤーここで自己欄で欲しい、まあ、とりあえずロナウドでゴリ押しですかね、やはりユベントスロナウドでゴリ押しした方がいいですかねやはりそうですね、ロナウドと先ほどの試合はちょっとロナウドがなかなか使えなかったので、そうそうですね、なかなかそう、TBC さんもそうでしたね、ロナウドをどううまく使うか注目したいですね、でもアフターシックス全体で あんまり手入れてない、あ、本当ですか、そう、まあまあ、バイエルンが多いから、ね、そうですね、バイエルンがやはり多いイメージです、イベントスはなかなかフリーザーが活躍していないような印象を受けますね、フリーザーというのと、そうですね、地味な感じ、はい、前回パワーとスピードで押し切ったシーンが1個ありましたけども、それ以外あんまり目立っていない、楽しみですね、そうですね、さあ今後の試合はクリロナ光ることができるか、
さあ画面左向かって左ですね、赤いユニフォームバイエルンミュンヘンを使うのがスターティアレイズ、左から右へと攻めます。画面右白いユニフォームが OK セレクトユベントスを使っていきます。さあキックオフ後気をつけたい時間帯です。左に大きく展開していくのはスターティアレイズ、 C3PO からヒョギー、さあ奪ったソネッチのディフェンス、さあヒョギどうしてくるか、スターティアレイズ入れてきたぞ、あ寄せられるかというところで、さあソネッチからナイスパス、大きく蹴ってきた、落とせるか、さあ OK セレクトボール、長田社長からソネッチ、長田社長、あいいプレスですね、さあいいプレス、ヒョギ取っていく、C3PO がボールをロスト、さあ長田社長が抜けてきたぞ、ソネッチから長田社長がもう一回出して、ソネッチのシュートにアゴール、素晴らしい、いかがでしょう、エビブルさん今のは、いやロナウドでシュート打つかなとは思ったんですけど、そうですね、今そこかと思いましたが、そこで素晴らしいパスが出ましたね、なるほど、はい、あそこ冷静につなげたところやはり勝負あったか、ソネッチ素晴らしい、スーパードライの力ここで発揮か、ここですね、ここで打つかと思いましたが一度パスを出してきました、素晴らしい、やはり今作あのシーンはニアに打った方が入りやすいですかね、そうですね、シュートでニアでいける、うん、まあちょっと五分五分ぐらいだったんで、ただ確実な選択肢を選んだのは素晴らしい、素晴らしい選択でした、ナイスシュートでした、ソネッチのシュート、あとやっぱあそこ止めるのも大事ですね、大事、よくトラップできたと思いますね、なるほど、慌てずというところですね、はい、ちょっとダイレクトでしてしまうと精度が落ちてしまう、なるほど、なるほど、よくトラップできたと思います、しっかりトラップしたのは、はい、ソネッチ、さあスターティアレーズまず1点失った前半8分、さあ C3PO からヒョギ、さあヒョギが大きく展開できるか、ソネッチから長田社長前出す、さあサイドチェンジ、ソネッチ長田社長へつながるか、一旦センター、おっとこれはキーパーが出てきて処理、大きく蹴り出す、拾えるか、スターティアレーズ拾った、C3PO、ヒョギ、さあ C3PO へ右サイド、もう入ってきたぞ、これがいいパス取ってダイレクト、素晴らしいシュート、スターティアレーズ素晴らしい、決めてきた、素晴らしいアリークロスでしたね、おなんか練習した成果が、練習したのかな、さあカメラでなんかやってですね、いいね、いいですね、ようやく笑顔がこぼれたヒョギと C3PO、 いいよ一安心というところか、ここで素晴らしかったです ね、 素晴らしいね、もうダイレクトで上げてきた、はい、ダイレクトダイレクトダイレクトでしたね、素晴らしいシュート、ウィニングレベルでムービングって言って自分でその選手をまっすぐ走らせる動作があるんですけど、はい、今多分レバンドフスキ選手を走らせてたんですよね、なるほどなるほど、それでタイミング合わせてパスを出してたので、なかなかその2オン2でムービングって使う技術じゃないんですけど、なるほど、素晴らしかったですね、選択して使ってきたと、練習してきた、それでカメラ見てたんだよ、そうだ、多分かるか、練習通りだったんだよ、俺ムービング使ったぞ、わかるかという、そうそう、すいませんでした、そういう動きでした、すいませんでした、僕に関してはムービングも知りませんでした、さあ素晴らしいプレーを見せてくれましたスターティアレイズ、さあヒョギから C3PO、 おっと勢いが出てきたか、スターティアレイズ、長田社長のディフェンス、ソネッチから長田社長が、さあ前を向いて当ててきた、ソネッチが、さあ奪ったヒョギ、さあヒョギからヒョギ、そしてヒョギが浮かしてきて、いいパス、 C3PO 左サイドポケットに侵入して、一旦持つ、落ち着いているぞ、ヒョギ中に出てきた、ね、C3PO キープできて繋いできた、ヒョギ振り向けるか、素晴らしいディフェンス、さあソネッチが長田社長へ、早いカウンター、繋げるかというところでナイスディフェンス、スターティアレーズ、ヒョギが奪う、出してきて C3PO、 ヒョギ、 C3PO から足元、ね、おっとこれがオフサイドか、やはりバイエルンミュンヘンはああいう足元にいるボールで攻めていきたいですかね、うん、ワントップなので、はい、レバンドフスキ選手を起点にあの飛び出してくる選手をどんどん使うのが一つ、作戦の一つだと思いますね、やはりあそこの足元を入れるのは重要か、はい、さあ入れてきたのは長田社長、つながるか、奪った C3PO からヒョギ、から C3PO ヒョギ奪った、長田社長ナイスディフェンス、はい、
ダイレでいいや。さあソネッチか、出せるか、抜けてきた、長田社長が打つか、入れてきたが、これが合わないか。奪った、スターティアレイズ、ヒョギー、C3PO へ。さあ奪った、ナイスディフェンス、ソネッチキープしていく。ディフェンスラインからつなぐのは OK セレクト。さあソネッチ左サイド持って浮かしたボールが長田社長、いい、ね、素晴らしいところに出してきた、ソネッチから長田さん、これがオフサイド、惜しかった、右足1個分でした、止めた方が良かったんじゃない、それ惜しかった、さあヒョギがスターティアレズ前半30分、大きく蹴ってくるか、大きく蹴ってきた、さあどちらもボールを奪われたくない、さあ抜けてきたか、これもオフサイド、少し前が仮になってきた両者、まあでもお互い狙いを持ってやってるから面白いね、裏を取ってこようと両者しておりますね、さあどうだ、落とせるか、ヒョギから一旦落としてヒョギ、さあ長田社長が出せるか、しかし奪った C3PO、おっと、これがパスミスが決まった、OK セレクト、長田社長が OK、OK というガッツポーズ、すっごいボールを奪っていきました、やはりああいうゴール前での事故って今回多いもんなんですかね、ブルーさん、どうでしょう、ただパスミスか、今のはもう事故というか、よく狙ってましたね、なるほど、OK セレクトが狙っていたという形ですかね、また1ゴール、さあ、スターティアレザー、ちょっと痛恨のミスというところが。あかんやつやん、こんな、ここ狙ってましたね、狙ってましたね、素晴らしい、2対1、ここですね、ここ狙ってましたね、さしかしここもしっかりとニアに決める決定力の高さ、これはさすがでございました、さあゴール前でのパス回し、両者ともに気をつけたい、逆転したのは OK セレクト、2対1、前半35分になるところ、さあヒョギから C3PO、 からヒョギ C3PO、 奪ったのはソネッチ、さあ C3PO から C3PO、 繋いでいくヒョギと奪った長田社長、ソネッチ取れるか、さあなんとか自陣でキープした OK セレクト、大きく蹴ってきたぞ、これをマイボールにしたいか、あーこれチャンス、これがちょっとキーパーがノイアー出てきてますね、これはどうだ、さあ OK セレクトいけるか、今のはノイアーの良さか悪さか微妙なシーンでございましたけども、おお、さあ OK セレクトがカウンターと、さあ抜けてきた、さあ抜けてきた、スターティアルドオフサイド、過ぎちゃった、もうちょいね、惜しかった、今のノイアーは出したんですかね、出てきたんですかね、多分勝手に出てきた、勝手に出てきた、多分届かなくて自分でキーパーを操作したんですけど、そうそうそう、ちょっとそれもうまくいかなくてって感じでしたね、ノイアーの良さと悪さ両方が見えたシーン、やはりノイアーああいう特殊なちょっと動きをしてくるんですかね、結構かなり前に出やすいので、いそれで助かる部分もあるんですけ ど、 なるほど、今みたいに逆に今みたいなシーンもあるので、はい、怖い時もあると、モロハの剣ではありますね、さあそのピンチをなんとかチャンスに変えてきたのがスターティアレイズ、左サイド C3P をキープして抜けてくるか、さあキープしてこれシュートつなげちゃうぞ、チャンスですね、エレナ入った、出せるかというところで一歩遅かったか、いいー OK セレクトはほっとした表情というところ、前半終了2対1、 OK セレクトが逆転した前半でございました。いやいや、さあエビプルさんどうでしょう、そうですね、はい、チャンス自体はしっかり作れてると思うので、はい、かなり互角の戦いだと思うので、そうですね、あとはしっかりチャンスで最後シュートまでいけるかがすごい重要だと思います、はい、そうですね、はい、スターティアレズもまあちょっと2点目のミスはありましたけれども、はい、攻めてるシーンもありますので、ね、はい、全然問題ないと思うので、はい、このままの戦いであとは決めるだけだと思います、なるほど、はい、なるほど、最後のところですね、はい、磯貝さんどうでしょう、見ていて、いや見てるとね、やっぱりこう、はい、操作が相当上手くなってるね、そうそうそうですね、ムービングであったりスーパーキャンセルであったりキーパーに切り替えたり、そうそうそう、そうですね、やっぱり素晴らしくなってますよ、すごい楽しくなってきた、動画を見て研究しているか、
ただこのスタティアレーズさんの方はこのレバンドフスキとミラーのこの縦関係が非常にうまくいってると思うので、レバンドフスキからミラー、そこからコマンだったりニャブリを使うことがかなり増えてたので、ちょっとまた後半も同じような形で攻めるのを見たいところですね。あとはもう最後シュートを決められるかというところですね。そうです、最後決定的なパスが1本出せれば出せれば点取れると思うので、そこが重要だと思いますね。そこに注目してね、攻めを見ていきたいスタティアレーズ。はい、磯川さん、このやっぱりこうさっきも言ったけど CR7 がさ、はい、あんまり活躍できてないって言ったらおかしいけど、なるほど、こうやっぱりあんだけ90とかなんかあれば、うん、上のプロの人がやればもっとこう、あ、なるほど、切れ味がバンバンくんのかなとか。エブさんどうでしょう、クリロナ俺に使わせてくれという気持ちはありますか。やはり僕なら10得点ぐらいと。さすがです、さすがです、ありがとうございますすいませんでした、さすがですね、はい、エビプールさんのクリロナぜひ見てみたいですけど、いやぜひね、いやいや、なんかそういう思うなあ、そうですね、やはりね、まだちょっとクリロナが生かしきれていないのか、そうそうそう、やっぱり結構ロナウドさえマークしちゃえばっていうところもあるので、逆にそうですね、この試合はあの 1アシストは一応決めれてるので、ああ、うん、結構警戒はされちゃうんですよね、まあ、そうですね、確かに一番怖い選手なだけにマークも厳しくなる、はい、うん、まあ、面白いね、そういう、ね、面白いですね、技もあるだろうから、そうですね、そうそう、ぜひ、スターティアレイズがどういう展開に見せてくるか変えてくる、さあ60分ぐらいで、さあ両方選手交代はなさそうですね、はい、さあ後半が始まります。今度はエンドが変わります。 OK セレクト、白いユニフォームユベントスを使っております。左から右、スターティアレイズ、赤いユニフォームバイエルンミュンヘン、右から左へと攻めていきます。さあキックオフ後半しましたが、このキックオフの時間帯は気をつけたい仕様。さあ抜けてくるか、スターティアレイズ、ヒョギがキープできなかった。ソネッチがボールを奪った。おさら社長抜けてくる、ソネッチ前を向いた、出してくるか、おさら社長がクリロナを使ってソネッチへというところ、ナイスディフェンス、 C3PO さあ抜けてくる、センターサークルの中、センターサークルが飛び出していく、振り向けるか、アタッキングサード、ヒョギが奪われた、おさら社長からソネッチ、おさら社長、さあ右に行ったソネッチ、サイド左サイドへと展開、おー、いいね、抜けてきた、さあロナウドで行くか、おー、かわしてきた、かわしてきた、五十嵐に打ってきた、こぼれたぞ、キープして、なんとかキープしたい、こぼれるか、ガチャガチャしたい、ガチャガチャして、あと止めた、ナイスキーパーなのか慌てすぎなのか、どっちだ、ロナウド何してんだ惜しかった、ロナウドで見せてきたが OK セレクト、あ、やばい、さあ、おさら社長が、さあまた渡るか、ロナウド渡ったぞ、一旦打たせ、ソネッチ、ソネッチ、ロナウドがシュート打てなかった磯貝さんからという声、誰もが打つと思ったシーン、落ち着きすぎたか、トラップを見せていった、さあスターティアレーズなんとか難を逃れてマイボールにしていく、 C3PO からヒョギ繋がらない、おさら社長ナイスカット、さあソネッチ左サイドポケットに入ってきた、上げるかキープ落ち着いている、上手いですね、上げてきた、クリローナ、素晴らしいヘッドちょっとアフターシックスリーグロナウドやる気ないんですかねロナウドアフターシックスリーグの時はやる気ないまだ早いんじゃないなるほど、大人たちに厳しい仕様か、クリロナなぜだ落とせるか、 OK セレクトはここでキープして右サイドに小さいパスを出していった、ソネッチ、なんか空いてますね、そうさ、ここ抜けてきましたね、ソネッチ、さあ奪ったのは C3PO、 ヒョギ C3PO、 どっちだ、さあ奪ったおさら社長、前を向いている選手がいるぞ、危険なエリアに入ってきた、きね、おさら社長が出して、ソネッチ3点目 OK セレクト、3対1でございました、なっていきます、クリロナでしたね、最後最後クリロナクリロナでした、クリロナじゃ、そうそう、クリロナじゃなくてもよかったし、よかった、誰でもよかった、誰でも入れれるようなでしたね、写真のない選手でもいけたシーンでしょう、
さあ、エムルさん、今の崩しどうでしたか？ OK セレクト。そうですね、ディマラ選手がうまい抜け出しをしてたので、はい、ここでしたね。で、はい、まあ、ロナウド選手はうまいこと中央に、はい、まあ、いてくれて、あと打つだけで、まあ、これ外したら、まあ、もうみんなもう使わなくなっちゃう。そうですね、さすがに絶不調で、アフターシックスリーグでもここは決めてくれたクリロナ。よかったです、使用率この今後減る可能性ありますからね。よかったです。さあ、苦しくなったのはスターティアレーズ。なんとか選手さ あ、ここでスーパーサブの選手入れてくるから、エロイス・サネ、ドーグラス・コスタ、さあボランチの選手も変えるか。さあやはりサイドはレロイ・サネ、ドーグラス・コスタを入れてきましたね。さあやはりコンセプトは必ずレバンドフスキーに落としてサイドに散らしたいっていう形ですかね、スタディアレーズは。はい、まあ、あとはもうサイド の、 そのドグラス・コンスタ選手とサネ選手がもう単独突破できると思うので、はい、なるほど、そこからどんどん起点作っていくのもありだと思います。逆にユベントスの方はベルナルデスキと、はい、あとモラタ選手が非常に強いので、はい、スーパーサブのモラタかなり強いので、ちょっとそこ見たいですね。なるほど、まあ、OK セレクトもまだまだ攻める気でいるというところですね。さあ、その前がかりになった OK セレクトの隙をつけるか、スターティアレーズ3対1、2点差。1点取ってほしいね、スターティアレーズ。そうですね、スターティアレーズは、なんとかこれ連敗を出したいという強い思いもあるでしょう。見せていってほしい、スターティアレーズ。さあ、表記から C3PO。さあ、奪ったのはソネッチ、大沢社長。さあ、スーパーサブの選手たちがどういう輝きを見せるか。もうスターティアレーズさんの方は攻守レベルって言って、はい、まあ、1個あの右下のところが赤くなってると思うんですけ ど、はい、まあ、もう攻撃的にいくっていう感じ。なるほど、スターティアレーズは、ね、そうですね、はい、追い上げ。さあ、というしかし OK セレクト、逆にこういうのは気をつけないと。おっと、オフサイド。なるほど、ここはじゃあスターティアレーズ気をつけたいシーンでしたね、はい、今の。そうですね、はい、やっぱりもうみんな前目になってるので、なるほど、やっぱり裏を取られやすい、守備が結構難しくなるので。なるほど、なるほど、逆に点は取りやすいので、どんどん前に早く攻めたいところでありますね、うん、なるほど、はい、スターティアレーズはこのまま前で押しつぶしたいというところ。さあ、しかしオーケーセレクトを自由にさせないぞ、大沢社長。さあ、ここもつないでくる、細かいパス抜けてくるか、ソネッチ行った、クリロナでソネッチが行った、ニアサイドシュート、4点目オーケーセレクト、クリロナでございました。意地でもクリロナ使ってやるという意地が今中にパスを出すという選択もおそらくあった。しかしクリロナで行った、ソネッチ。さあ、ここですね、ここ出した後、さあ、ここ出してもよかったと思いましたが、クリロナでいった。さあ、そしてしっかりとニア、ここニアぶち込んできた。まあ、クリロナじゃなくてもよかったまたクリロナじゃなくてもよかったという磯貝さんの声。いやいやいや、うん、そう、でもあのシュート精度はね、やはり、うん、やはり良かったかなというところです ね、狭いところしっかり決めてきました、ニア。まあ、今モラタ選手、はい、あの操作してなかったと思うんですけど、はい、勝手にすごいいい動き出ししてたので、なるほど、そうですね、そこに多分気を取られてもうロナウドが行けたっていうシーンでしたね。そうですね、確かに少し、はい、あのモラタに吸い寄せられたディフェンスもありましたからね、はい。さあ、スターティアレイズはなんとか1点返したい。後半73分、まもなく4分のところ、ヒョギ落として C3P をキープして、奪われない、ナイスキープ、 C3P をキープ、ヒョギ、うん、左サイド上げられるか。さあ、戻してヒョギ、さあ出てきたぞ、振り向けばチャンス、ナイスカット、ソネッチ、これがファールがない。本作のウイニングエバー、ここ厳しいぞ、ファールなし。さあ、ソネッチがキープして右サイド、 OK セレクトは逆に慌てる必要はないが、浮かしてきた、大沢社長のシュート、ニア5点目、決めたのは大沢社長。やはりモラタでしたね。やっぱり動き出しが一人だけ、はい、だね、違いますね、違いますね、ゴーンと動いてきますね、モラタ。そこしっかり見ておりました、ソネッチ。そして決めたのが長田社長。5対1、スターティアレイズは少し苦しくなってきた。全上げでいいよ、さ、全上げでいいよ、全上げでいいよ。いいですね、フォーメーション0010で来るか。フォーメーション0010が見れるか。0010 見たいですね。見たいね。もうノイヤーに任せようかというところ。ディフェンサーノイヤーに任せて全員で行くか、スターティアレイズ。これうまかったですね、うまいこと、ね、モラタ選手の動き出しに合わせてタイミングを測ってしっかりと出してきましたね。トライするパスを出したので素晴らしい、パスのタイミングも良かった、はい、なるほど。
さあ OK セレクトはもう盤石の体勢、スターティアレーズはなんとか1点2点もぎ取りたい。抜けてくるぞ、これも苦しい、いいボール、これはノイアーの良さか、素晴らしいディフェンス。しかしまだ OK セレクトボール、奪った C3PO。 これ攻守レベルが一番上に上がっているので、はい、もうセンターバックの選手も1人前に、なるほどなるほど、上がってくる、かなり攻撃的ですね。そうですね、前に赤いユニフォームかなりいるぞ。さあしかししっかり守って、一旦キーパーで守す、 OK セレクト、左サイド長田社長からソネッチにつながるか。さあ逆にピンチも見えてきた、さあ来た、今度抜けてしまったね、ソネッチモラタ。さあなんとかディフェンス抜けてくるたびに盛り上がる。さあソネッチが出してきた、長田社長右サイドキープして抜けてきた、ダブルタッチうまいですね、ダブルタッチ見せてくるぞ。さあヒョギ C3PO 入れてきて、ヒョギ抜けてきたぞ、これがつながれば重心だが、キーパーが出てくるが、まだあるぞ、シュートダイレクトこれは悔しい、惜しい惜しい惜しい、ナイスナイス、息が詰まる攻防でした、いい判断でしたが枠の外。さあアディショナルタイム3分、OK セレクト、まだまだ攻撃を手を緩める、ね、さあ出してきたぞ今度は出したもらったつながらず、気を使っただけにボールがつながらなかったか。さあソネッチダイスディフェンス、 C3PO ソネッチの隙にさせない。さあ長田社長もこれをさらに奪おうというところで、試合終了を勝ったのは OK セレクト、おめでとうございます。いやいやいや面白いね、素晴らしい試合でございました。では残念ながら、連敗してしまいましたスターティアレーズ、ヒョギ選手いかがでしたでしょうか。悔しいですね、最後また1点入れたかったんですけど、はい、なるほど、まあ、あそこの精度はね、はい、次に勝ちます、そうだね、はい、頑張ってください、あそこの精度もね徐々に上がってくると思いますので、次回以降もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さあそれでは勝ちました OK セレクトで、それではソネッチさんいかがでしょうか。そうですね、前節のレッドカードの雪辱は晴らせた感じなるほど、はい、ありがとうございますね。長田社長いかがでしたでしょうか。クリスティアーノ・ロナウドが良かったありがとうございます、待っておりました、ありがとうございます、はい、次節以降もまた頑張ってください、ありがとうございました。さあ、では、馬んじゅさんにお返ししたいと思います。よろしくお願いします。はい、両チームの皆さんお疲れ様でした。前半は両チームとも点を取り合うという形だったんですけども、途中からクリスチアーノ・ロナウドが目覚めたということで、結果的には5対1と大差で OK セレクトが勝利となりました。対するスターティアレーズも今のところ、ずっと負けが続いてしまってますけども、いいところは徐々に見られるようになってきたので、これから練習頑張ってくれればいつか勝利が見えるかなと思います。はい、というわけでスターティアレーズ株式会社様、OK セレクト株式会社様、ありがとうございました。第4試合はリロード株式会社 VS 株式会社テレビ新潟放送網となります。ホーム側リロード株式会社からはウッチー選手、ガガーリン選手の、2名の出場となります。それではウッチー選手、本日の意気込みをお願いいたします。前回連敗阻止できて1勝できたので、今回勝って連勝をして波に乗りたいです。はい、ありがとうございます。現在リロード株式会社は1勝2敗の5位という順位になっておりますので、ここで勝利にすると、貯金をね作る、ここで勝利するとタイに持ってきますから、はい、頑張ってください。対するアウェイ側株式会社テレビ新潟放送網からは、ヘイ吉田選手、カズ選手の2名の出場となります。それではカズ選手、本日の意気込みをお願いいたします。はい、よろしくお願いします。初戦はやってたんですけど、2戦目開始してしまったので、早めに高かったので、今日は引き締めて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。現在、テレビ新潟放送もテニーは2勝1敗で2位ですので、ここから勝ちを積み重ねて首位を狙っていってください。
はい、それでは試合開始前に皆様には、開始の掛け声をお願いしたいと思います。私がアフターシックスリーグと言いましたら皆さんスタートと続けてお願いいたします。それでは参ります。アフターシックスリーグスタート。はい、ありがとうございます。それでは、両チームの皆様試合開始の準備をお願いいたします。ここからは実況責任マイクをお渡しいたします。はい、では、デイ3、4試合目も、お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ディフェンスとの関係どういった操作するかで、その進めていくか、やはりそういった、攻撃か守備的かで数字には出ない強さみたいなものも発揮される。全然あります。なるほど、はい、それもまたゲームの醍醐味か、はい。まあ、ノイヤーみたいには出てこないですね。ノイヤーはやはりその中でもかなり出てくる。あれはちょっと特殊なんです ね。なるほど、なるほど、はい。はい、やりますね。ゲームだとそうですね、5バックはそんなにやらない。効果的ではない。先ほど言った投手ルールを1個上げると5バックですよ、ね。はい、あ、なるほど、なるほど。かなり前々でプレスをかけて、そういうことですね。センターバックの選手、ディフェンスの選手としてフィジカルが強い。なるほど、ここで取り切っちゃう前に、なるほど、前からプレスをかけて、まあ、あと守りきるときとかは、あの、あ、後半で変えて、なるほど、なるほど。そういう動きもできるということですね。はい、こういうのをね、取り入れてきますからね。そうなんですよ、デイ1で行ったランコムさんのことをデイ2で取り入れてきてましたから。そうなんです、こういうのをしっかりね、プロゲーマーの、意見もしくは僕らもこうやってるというのは戦術では使えると思いますよね。はい、最前線の作戦ということですからね、プロゲーマーさんとしても。さあ、デイ3、4試合目でございます。リロード株式会社が白と黒のユニフォーム、ユベントス。対しまして、株式会社テレビ新潟放送網、通称テニーは、ユベントスなんですが、オレンジ色のユニフォーム、右から左へと攻めます。さあ、どういう形で見せてくるか。この選手、どっちでしょうかね。ちょっと登録されてない ID なので、あれですが、このスロー選手、これどちらだ。この選手がガガーリンか、この選手がガガーリンか、クリアしていきます。おそらく今の選手がガガーリン選手ですね。はい、あ、ガガーリンですという声をいただきました。ありがとうございます。さあ、カズからヘイエイト、失礼しました。さあ、つないでいく、ウッチーかな、これを拾った。さあ、ウッチーカバーしたのはカズ。へい、吉田、カズ。さあ、カズからへい、吉田へとつないでいく。左サイド上げてきた。へい、吉田から、さあ、これは大きく超えてしまった。あはは、はごめんなさいと聞こえましたね。謝れる大人たちです。ありがたい。さあ、一度フォーメーションの確認か、コンセプトアレンジを変えてくるか。何入れるか気になりますね。はい、そうですね、はい。このコンセプトアレンジっていうものもウィーニングイレブンありまして、はい、これを変えることによってかなり動きが変わったりするので、はい。なるほど、はい。ちなみにエビプルさんはどういったコンセプトを入れたりはしますか。やっぱりこれだとカウンターターゲットって言って、はい、まあ、守備はしなくなるんですけど、うん、体力が減らないっていう前線に残す。ああ、なるほど、なるほど。それをロナウド選手には確実につけますね。あ、なるほど、やはりロナウドは前に残すシステムですね。はい、さあ、来たぞ、ガガーリン、いけるか、ガガーリンがシュート打ってきた、ーゴール、ガガーリンのシュート、地球は青かったか、ナイスシュートでした。素晴らしい、1対0、リロード株式会社が先制しました。抜けてきましたね、しっかりと。うまくその抜け出しも見てましたね。そうですね、息の合ったパスワーク。ここディフェンスからのここ1本素晴らしいパスでした。ただここちょっと攻撃的ゴールキーパーのちょっと悪いところが出たかなと思いまして。ここが悪いところでした。なるほど、少し出ちゃったので。なるほど、これ守備的ゴールキーパーだったら出なくてセンターバック間に合ってたと思うんですよね。
なるほど。これ後ろから行って体勢悪くなったと思うので、なるほど、逆ちょっと出ちゃったので逆にちょっとその分やられたと、はい、なるほど。でもまああの出た方がいいシーンもありますからね。まあありますね、はい、なるほど。今防いでればいいシーンだったんですけど、そうですね、防げなかったので結果的にちょっと悪いのかなと思いますね。なるほど。こうキーパーも見ものというウイニングレブン。さあヘイ吉田へとつないでカズ。さあヘイ吉田が左に散らすカズ。繋いでいく内からガガーリン。さあ いいパスを出してきた、ね、クリロナ。ああオフサイド。クリロナだったからオフサイドだったか、早すぎましたかね。早すぎましたねさあでもなかなか息の合ったパスワークを見せてくれました、はい、リロード株式会社。うまく中央の3人を使って攻めることができてるんじゃないですかね。そうですね、なかなか素晴らしい形で攻め上がっているかなと思いますが、はい、さあカズから、カズ。さあヘイ吉田からカズ、右サイド、サイドバックを上げてきて、さあヘイ吉田キープできない、奪って内が大きくクリア。さあヘイ吉田からカズ、さあ右サイドポケット上げてきた、グランダクロス、低めのクロスでした。さあ内からさあ繋いでいくカズ、ヘイ吉田、カズ左サイド。さあディフェンスからしっかりと形を作っていきます。テニリズムいいですね。そうですね、素晴らしい、はい、しかし最後の方うまく繋がらなかったというところ、キーパーちょっとパスミスか力みすぎたか。前半25分、1点リードしているのはリロード株式会社。おっと奪っていったのはウッチ、これがファールか。今作なかなかファールの基準も難しいみたいですね。そうですね、はい、ちょっとファールが曖昧なところあるので。なるほど、自分がファールだと思ってちょっと手を止めないようにした方がいいと思いますね。あ、そうです、なるほど、取られにくいんですかね、ファール取られにくい。よなんか取られたり取れなかったりするので、なるほど、そこでちょっと気抜いちゃうとすぐ失点してしまうので。なるほど、そこ気を抜けて朝抜けてきた、ね、ウッチがファーサイドポスト磯貝さん、クリロナでした間違いない何がだ右足、クリロナの右足ポストに当たっていきました。さあ落としていきました、カズから、ヘイ吉田、カズ中央右サイドに展開していって、ヘイ吉田おげてきた、抜けてくるか、いい、ね、さカズ、カズ、カズが打てるか、シュートキーパーやっぱダメ、クリロナダメ今ただマニュアルキーパーって言ってキーパーを自ら動かして、なるほど、ニアサイドの方切れてましたね。素晴らしい、なるほど、はい、素晴らしいディフェンスを見せたリロード株式会社。さあ数入れてくれるか、繋がらない、さあウッチ、さあガガーリン、ガガーリンキープ、いや強いですね、ウッチ出してガガーリン打ってきた、これはキーパー正面、ディフェンスに当たってキーパーの手の中へ落として、カズ、おカズ抜けてきた、いいですよ。さあキープ出せるか、ガガーリン、ウッチ、ガガーリン当ててウッチ、さあ3枚しっかりつないできた、まだあるぞガガーリン、出してくるか、出してきた、これがちょっと息が合わない、まだこぼれるぞ、ガガーリン、ナイスキーパー、チェスニーでした。どうでしょう、2チームの印象、エビプルさん見ていて。そうですね、どちらかというと、はい、リロードさんは、まあ、早い真ん中の3人を、はい、中心に早く攻めたいっていうのが見えますし、はい、テニーさんは中盤をうまく、やっぱ中盤が4人いて全員真ん中にいるので、はい、そこをうまく使うっていうような、まあ、ポジション対カウンターの縮図ができているのかなと思いますね、うん、なるほど、やはりお互いやりたいような、はい、フォーメーションやりたい形でやれているという、そうですね、あとはシュートのところまではうまくいけてるとは思うので、はい、なるほど、ちょっと最後だけちょっとダッシュしながら押しちゃったりしているので、最後はちょっと落ち着いてシュートを打っていきたいところではあると思いますね。クロスとかもダッシュしながらだと伸びちゃったりするので、そういう仕様なんですね、はい、なるほど、ちょっとゆっくりそこは落ち着いてやっていきたいところではあると思いますね。なるほど、さあカズつないで、ヘイ吉田、カズ抜けてくるか、あチャンスですね、打ってきた、早めのシュート、
やはりあそこも体勢とかを気にして打った方がいいんですかね。そうですね、今のもちょっと体勢が悪かったので、はい、精度が悪いシュートがいってしまったので、あそこはしっかり体勢を整えたいところでありますね、うん、エビプールさんなら決めていた。僕ならもう4点ぐらい決めていた。ありがとうございます。さすがでございます。さすがでございます。まだ前半なんだよ。そうですね、前半なんだよ、はい、さあ抜けてきた、ね、さあ内井選手どうするか、これはファーサイド。このシュートクリスティアーノ・ロナウドでしたが、というところで1対0、リノーの株式会社がリードしての前半でございました。吉村さんどうでしょう、期待のクリスティアーノ・ロナウドがいっぱいボール触ってました、はい、頑張ってほしい。磯貝からクリロナへ頑張れというエールが送られました。エピオルさんいかがでしょう。そうですね、ちょっと僕もロナウド頑張れ、はい、エビプールからもクリロナ頑張れという線が送られましたが、さあどういうフォーメーションで来るか、お互いにあまリロードはあまり変えなさそうですかね。さあどうしてくるか、うまくチャンスは作れてると思うので、はい、うん、変える必要はないかなと思いますね。そうですね、まあ、お互いにあとは最後の、一押しというところでしょうかね、はい、中盤そして中央突破やりたいことはお互いできているか、リロードがリードしております。サイエンド変わります。オレンジのユニフォーム、左から右へ攻めますのが、テニー、右から左へ攻める白いユニフォームが、リロード株式会社でございます。ともにユベントス。さあどうなるか、さあこれがテニーのチャンスか。ヘイ吉田から、さあカズ、吉田、おっとヒールドおしゃれなパス、しかしこれこぼれるか、抜けてきた、決めるか、カズカズカズ、キーパーもちょっと変な動き、決めてきた、1対1、手に追いつく形。今のはエビブルさん、キーパーがちょっと多分ここの段階でマニュアルキーパーで、マニュアルキーパーファーサイドを切ってきたんですけど、なるほど、そこでドリブルしてきたので、なるほど、あ、逆をつかれた、なるほど、今のはすごい落ち着いた1対1だと思いますね。素晴らしいプレーを見せてくれました、はい、テニー、キーパーが後ろを向いて守っていくというプレーを見せていただきました。心眼、心の目で止めようとしたか。さあ、ふわっと浮かしてきた、これ落とせるか、ナイスディフェンス、カズ、しかしまだ油断できないと、テニー奪ってきた、ウッチーからガガーリン、ガガーリンのシュート、これはキーパー正面、ああいうところも1個、もう1個持ち出せば、なるほど、いいシュートが行くんですね。慌てずにというところですね、はい、なるほど、そこをちょっと意識してもらいたいですね。なるほど、はい、さあ抜けてきた数、おっとこれがオフサイド、さあどういうボールを蹴ってくるか、リロード、ガガリンが落とせるか、しかしこれが数に当たる、さあ数キープして、ヘイ吉田、スルーパス抜けてきたぞ、カズ、カズがキープ、カズシュート打てるかというところで、ナイスディフェンス、惜しかった。エビプルトン、んーという、うんという表情、どうした、歯がゆかった。いや、多分またマニュアルキーパーをしてくるかなと思ってドリブルで行ったんですけど、はい、してこなく、はい、そしたら知らなかったんで、逆に何していいか分からなくなっちゃうんですね。柵に溺れたか、リロード。あ、手にしてしまう、手にでしたね。さあ、カズ左サイド、ヘイ吉田、カズ、ヘイ吉田、後半はだいぶテニーさんの、はい、流れにはなってきてるかなと思います、ね、そうですね、テニーがかなりやりたいようにパスを回して、はい、さあ、というところでファウルがない、カズ、ヘイ吉田、右サイド、さあ、左右に揺さぶってくるぞ、上げられるか、しっかり守った、リロード、さあ、ガガーリンが大きく一旦クリア、後半63分、スコア1対1。さあ、ガガーリン。これが繋がってきたぞ。さあ、抜けてきた。ガガーリン、ガガーリン、ガガーリン、キーパーの勝負、ガガーリン、もう一回。素晴らしいシュート、2対1。決めてきました。おいえ、疲れましたが、リロードまた突き放す。このシーン、ブルさん、どうですかね。ちょっと慌てたか、運が良かったか。ちょうどこのセンターハーフのベンタンクール選手がちょうど空いてしまったので、はい、そこをうまく使えて、使えた、でシュートも、はい、まあ、ちょっと最初は焦ってしまってキーパーの正面に飛ばしてしまったんですけど、まあ、運よくあの戻ってきたので、そうですね、まあ、よかったですね、ここでしたね、流れとしては良かったと思います、はい、
まあ、しっかり崩せてはいましたね、はい、最後のところ油断せずにというところでございました、はい、2対1ちょっと、はい、ジミーさんとしてはチャンスを作ってながらも決めきれなかったので、そうですね、それでカウンターでやられてしまいました ね、 やはり押し込んでいる時にはしっかりと押し込み切りたい。さあ手に回していくカズ、吉田回してカズ抜けるか、ナイスディフェンス、ウッチさあ抜けてきた、ガガーリン抜けてくるぞ、ウッチ、さあ前には誰もいない、そしてクリスティアーノ・ロナウド、CR7、CR7、ウッチ、ウッチ、ウッチキーパーの正面に来てしまった、ウッチが悪いのか、クリロナが悪いのか、どっちださあ、ガガーリン、ウッチ、ガガーリン、さあ、ヘイ、吉田、ガガーリン奪って、ウチガガーリン、ウチさあ抜けてきた、ガガーリン、これ繋いできたぞ、うわナイス、こっちはどっち、ガチャガチャどっち、さあガチャガチャしたのを制したのは手に、さあ回していくカズ、吉田、しかしリロードしっかり枚数揃えていますディフェンス、はい、苦しい枚数結構いますね、そうですね、しかし抜けてくるか、はい、リロードはしっかりディフェンス揃えております、じゃあしかし油断すると取られるぞ、そうリロードのディフェンスどうでしょう、エビプールさん、しっかり枚数揃って落ち着いてパスコース来るとこ来るとこにプレスかけてるので、はい、非常にいい守備をしているのかなと思います、ね、そうですね、リロード勝っているだけに落ち着いてディフェンス、磯貝さんどうでしょう、お気に入りのクリロナ輝きを放てていない、ちょっと残念ですね、残念試合的にはすごく面白い、そうですね、特徴出して、はい、はい、そうですね、フォーメーション通りの狙い通りという形ですね、さあそろそろスーパーサブの選手が残っていれば入れてきたい両者、ね、どちらもモラタが出てきそうですね、なるほど、やはりスーパーサブのモラタ入れてくる、はいはい、お互いにやはりこのモラタ気をつけなければならないし起点にしたいというところですね、そうですね、はい、やっぱり先ほどの試合もかなり活躍していたの で、 そうですね、いいので試合もちょっと見ていきたいですね、見ていきたい、さあリロード奪えるか、ガガーリンがしっかりとウッチーキープしたい、ガガーリン出して、さあウッチーからガガーリン、さあしっかりと奪ったのは、ヘイ吉田、出ましたね、出ました、ヘイ吉田からカズ、つながらない、ガガーリンがしっかりとキープ、ウッチー、さあ繋いでいく、ウッチー、ガガーリン縦のパス長いの入れてきて振り向けるか、さあ来たぞ、ガガーリンダイレクト、ナイスキーパー、さあ落ち着いてディフェンスラインで回していきます、手に慌てない、ヘイ吉田、カズ左サイド、ヘイ吉田、カズ、さあしかしリロードもしっかりと枚数揃えておりますね、さあ慌てない、リロード、リードしているのはリロード、手にはなんとか打ち破りたい、さあウッチがディフェンス、しかしここ気をつけたい、セカンドボール両者拾いたいエリア、ウッチからガガーリン縦のパス1本、さあ奪った、奪ったぞ、これはウッチ、ウッチ、ウッチ出してきた、これが合わない、ガガーリン奪えるか、ヘイ吉田、縦のパス、カズいった、さあチャンス、抜けてくるぞ、危ないぞ、カズ、カズがいけるか、ニアのシュート、少し角度が足りなかったか、そうですね、今のファーサイドにロナウド選手がフリーだったので、いましたね、はい、そっちに出してたら1点でしたね、惜しいシーンでした、上げてきたぞ、これがヘディング合わせられるか、ダイレクト詰めてきた、シュート、手に追いついた、コーナーキックからの混戦を制していきます、アディショナルタイム91分のところ、ここをこぼれたところでした、素晴らしいシュート、枚数は足りてましたが押し込まれました、リロード、ちょっと後半ロスタイムということで、はい、全員結構体力がもうないような状態なので、こういう得点がやっぱ奪われやすいので、ちょっとボールの反応が落ちる、ね、今ちょっと反応が落ちて、なるほど、トラップを許してしまったって形でしたね、なるほど、その形を取ったのはテニス、ただまだあと1回そうです、ね、あり、あるかというところで2対2引き分けに終わりました、両者シーソーゲーム、お疲れ様でございました。さあ、まずは、ではホーム側のリロード株式会社の方に、聞いてみたいと思います。そうです。ガガーリンさんどうでしょう、やってみて、おそらく初の出場ですね。どうでしたでしょうか。とても楽しかったです。
はい、まあ、勝ち点1勝目を取りましたので、施設以降も、ね、頑張ってください。ありがとうございました。では、追い上げた側ですね、手に何とか追い上げました。吉田さん、いかがでしたでしょうか。はい、いやミスもありましたけど、最後の最後追いつけまして、いや本当にいい試合でした。ありがとうございました。はい、気持ちとしては追い上げた側なので気持ちよかったかなと思います。はい、次回以降も、頑張ってください。ありがとうございました。それでは、ウマンジュさんにお返ししたいと思います。よろしくお願いします。はい、両チームともお疲れ様でした。いや見事な、手に同点に追いついて引き分けに持っていきましたね。2対2ということでこの試合はドローに、終わりました。まあ、でも見ていてもやはりロナウドの調子が結構大事なんだなっていうのは、よくわかりますね。あとゴール前でこうかなりごちゃごちゃってした時に点を取れるか取れないかという集中力も、かなり大事なんだなというのをこう痛感することができた試合だったと思います。はい、というわけで、リロード株式会社様、株式会社テレビ新潟放送部様、ありがとうございました。第5試合は株式会社日立システムズ VS 学校法人 TBC 学院の、2試合目の両チームの対戦となります。ホーム側株式会社日立システムズからは、翔選手、ジェリータ選手の2名の出場となります。それでは翔選手、2試合目の意気込みお願いいたします。はい、今練習をしていて、波に乗ったようで好調していきたいと思います。はい、ありがとうございます。現在3勝1敗で本日勝って先ほどの試合も4対0という、素晴らしい試合でした。このまま勢いに乗ってください。続きまして青井川学校法人 TBC 学院からはアラバ選手、そして純選手の出場となります。それでは純選手、本日の2試合目の意気込みをお願いいたします。先ほど悔しい敗戦があったので今日もう2試合目は絶対勝ちます。はい、先ほどはね惜しくも敗れましたが現在2勝2敗、ね、このからまた、貯金を作ってください。はい、はい、頑張ってください。頑張ります。さあそれでは本日は残すとこ2試合となりました。この第5試合も皆さんと一緒に掛け声行ってまいりたいと思いますので皆さんよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。アフターシックスリーグスタート。はい、ありがとうございます。それでは選手の皆さんは試合の準備をお願いいたします。ここからマイクを実況席にお渡ししたいと思います。今日は、デイスリー5試合目、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ついに日立システムズが背景を会社のロゴに入れてきました、ね。これ恐ろしいことですね。デイワンは2段ベッドの下でやってましたからね。やった。すごいね。おそらく上司に怒られたんでしょう。うん、ジェリータ何しとんねんと。全面に出せと。ちゃんとやれと。e スポーツ部の部長に怒られました。やはり怒られた。それはそうだ。俺たち怒るよ。俺だって。部長はね、それが仕事ですからね。さあ学校法人 TBC 学院はやはりでも前回からずっとね会社のロゴを入れてます。今度はあのパンフレットに医療事務の女の子も使ってきましたよね。あの手この手をを使ってきます。 TBC 学院、あとアラバさんの秘密兵器出てきて、そうですね、アラバさんもねスーパーサブの選手として画面にちょこちょこ画面に横切ってた画面にポキッと横してきますからね。お母さんに動くなって怒られてましたけど、ダメだよ、出しますね、聞こえてますからね。さあ TBC 学院いろんな手を使ってね生徒を確保しようというところ。さあ、日立システムズがバイエルンミュンヘン、TBC 学園がバルセロナで来ました。さあ今回初のバルセロナどうでしょうか。どうでしょう、エビプルさん、バルセロナ、そうですね、バルセロナの選手、はい、ちょっとフィジカルがないので、はい、結構当てられると、ね、取られてしまうし、なるほど、はい、ただその分、はい、まあ、メッシ選手の、そうですね、非常にうまいし、あとはどうでしょう、あと皆さんパスうまいんで、うん、パスをしっかり決めるのがバルセロナ、バルセロナのスタイルが、うん、はい、トップ下、うん、でハビマルチネスを TMA、やはり日立システムズは 3-5-2 ですね、中盤サイドを乗れるようなスタイルですね。あ、いや、場所はこの前でいいそう、アラバって言われて、はい、はい、そうですね、大丈夫です。後半からチームに合わせて、そうですね、やっぱりあの怪我してる人がいるとやっぱちょっとあれが落ちるんですか。あ、怪我してる選手は特にあのコンディションは変わらない。あ、こっからのゲーム内ではまあ怪我してない程度ということですね。はい、ね、はい、調子はその週のあれに左右される。あ、そうです。1週間に1回その調子が上げられるので、例えば実際のゲームでメッシ選手が点を取るとコンディションがまあ上がりやすい。
逆にかなり大量失点してしまったチームのキーパーだったりとかは調子が下がる。なるほど。それによって実際の試合を見て面白いですね。バイルがバレー4-3して、なるほど、そういう応援の仕方もあるよね、自分が使ってるチームの調子のために。なるほどなるほど。アンスファティ変えたと思ったらまた出てきた。怪我したら関係あるのかなって。なるほど、そうですね。ちょっと嘘ついた方がいい。違う選手ですね。そうそうそう、大人なので嘘はやめてくださいね。よろしくお願いいたしますね。アシックスに限ってはね。そうですね。そうそうそう、大人嘘ついたらシャレにならないので、ね。最初の激坂相手に、そうですね、1点に抑えてる、その守備力というなので、ちょっと矛立てみたいな感じになるかな。楽しみですね、はい。あと看板もね、後ろにイタチストの看板背負ってるから、背負ってますからね、はい、怒られちゃう、部長さんに怒られてないように、ボーナスカットされる可能性もありますからね。頑張っていきたい。ボーナスカットがやめてくれと。じゃあ、キックオフしますね。はい、大丈夫ですよ。じゃあ、お願いします。プレイヤーを2にしていただきたい、気をつけたい。でも厳しさ、どういう戦いするね、楽しみ。そうですね、エキサカ相手に前線しております。チーム変えてるからね。そうですね、チーム変わっております。パンフレット通りになってほしい。パンフレット通り、そうですね。自分に合った仕事がしたい、もう一度学びたい。また出してきた、出してきた、リアップしたい。定年後に改めて学び直しながら夢に向かって新しい挑戦をする人たちを私たち CBC 学院は全力でサポートしますということですからね。よろしくお願いします。その先生たちが恥ずかしい姿は見せられません。見せれません。頑張っていただきたい、はい。ね、授業で生徒たちが話聞かなくなってくる可能性もありますからね。順負け取ったやないかい。あらば全然できとらんかったねとなれば、先生の話を聞いてこない生徒たちも出てくるでしょう。負けられない TBC 学院。さあ、赤いユニフォームバイエルミュンヘンが日立システムズ、左から右へと攻めます。対しまして学校法人 TBC 学園、黒のユニフォームバルセロナですね、右から左へと攻めます。さあ、キックオフ、まずは日立システムズ左サイド、中盤のあたり左サイド、ここを起点に攻めていこうというところ。前半から自分たちのボール回しができるか。さあ、抜けてきた、開幕チャンスですね、これ。キカー出せるか。さあ、ナイスディフェンス、ジュンから繋いでいく。さあ、ここジェリータからヤーマン、失礼しました、ショー選手ですね、失礼しました。さあ、抜けてきてジェリータのシュート。やっぱり日立システムさんの方は、まあ最初にサイドチェンジ2回あったと思うんですけど、はい、うまくサイドハーフを使って最後 CF の選手にうまくつないでいこうという意図が見えますね。見えましたね、前半からまずは自分たちの形でやっていった。さあ、アラバ、ここ抜けてくるか。ショーがカット、さあ、これがジュン奪って、アラバ、ジュン、さあ、奪ったのはジェリータ。さあ、前が空いているぞ、ショーへ抜けてきた、チャンス、ショーがシュートを放つが、キーパー正面、こぼれたものは分からないぞ、拾えるか、拾ったジェリータ、ショーがつなげるかというところだが、さあ、しかしさせない、さすがにディフェンスは熱いぞ、TBC 学院。さあ、来た、ショー、上げてきたが、これが合わせられるか、アドバクリア、まだ日立システムズ、持っているショーからジェリータ、ショー。入れてきて振り向かれるとジェリータニアシュート、惜しいところでございました。どうでしょう、エビルさん。そうですね、やはりちょっとバイエルンのフィジカルの強さでもうかなり前々に押し込まれていますね。イケイケのサッカーをしているので、ね、ちょっと落ち着いてパスつなぎをバルセロナは特徴を生かしたいところですね。そうですね、TBC 学院はバルセロナの強みを生かしたい、細かいパスつなげるか。さあ、こういうパスワークがバルセロナ持ち味、抜けてくるかグリーズマン。さあ、ジェリータからアラバ、失礼しました、ショー、抜けてきたジェリータ。さあ、単独突破なるか、ナイスディフェンス、ジュンから
さあ落としてショーからジェリータ奪ったのはアラバ、しかしジェリータアラバ奪い合っていく、ショー抜けてこれるか、さあ左側ジェリータがつないでこれは詰めてきたニアシュート、日立システムズの先制、やはりサイドから切り崩してきましたエビプールさん。そうですね、まあ、そこはシンプルに真ん中が開けちゃいましたね、はい、レバンドフスキ選手のコース、ね、うん、はい、ディフェンス開けてしまった TBC 学院、前半20分のところ、うん、そこはやはりサイドからここでしたね。そうですね、やっぱりサイドハーフからこのサイドに流れてっていうところで、ね、徹底してますね、はい、ね、あのディフェンスの動きがちょっとわからないですね。そうちゃいましたね。あそこに速いグランダークロスされると守りにくい。結構あれ反応するの難しいので。そうですよね。あそこ入れられると苦しい。うまくやられちゃいましたね。なるだけあのセンターリングを上げさせないようなディフェンスをしたいという形ですかね。さあ、TBC 学院は反撃に出たいが、ジェリータオキクリア。さあ、これアラバが拾うか。さあ、一旦キーパーに戻して。大きく蹴ってきた、これを拾いたいがやはりフィジカル差が出るか。さあショーからジェリータ、ワンツーで抜け出してきたジェリータ、キーパーも出てくるぞ、いい冷静にシュート2点目、ジェリータのゴール、2対0日立システムズ。今の冷静なシュートいかがでした、エビフォールさん。あ、やはりキーパーが飛び出してきてたタイミングでループシュート、はい、非常に落ち着いてましたね。その前の崩し もうシンプルに2トップの選手で、はい、ワンツーして崩して、うん、素晴らしい得点だと思います。そうですね、2人の息も合ってます。ショートジェリータの息もぴったりでございました、はい、ここ素晴らしいでしたね。シンプルイズベスト、これがサッカーの醍醐味か。どうでしょう今のパスワーク。いや、 TBC さんに言わせるとやっぱりユベントスの方が良かったかな。なるほど、チーム選択が反省してんじゃない。なるほど、まだ試合は続いてるぞ。TBC 学院立て直してくれ。ほらほら、アラバさん笑ってる。さあアラバ選手から、さあショーがディフェンス、つなげるか、つなげたジェリータ、また簡単につないでくるぞ。さあジュン、つないで奪える、なショーが奪った、ジェリータ、ショー、さあジェリータ左サイド中に入れた、サイドから中、フォーメーション通りの動き、さあ抜けてこれるか、お抜けてきてダイレクト。さあ入れてきた、さあこれカットしたのは日立システムズ、インターセプト、ショー、さあディフェンス者のアラバ、2人で取りに行く、ジュン右サイド奪った、ショーから大きい、一旦大きく蹴り出す日立システムズ。さあどちらのボールになるか、ジュンが奪ってアラバ取った、ジェリータからショー、おっとしっかりとポストプレー、さあ抜けてきた、ジェリータ、ね、ジェリータキーパー一個多かった。ナイスキーパー、素晴らしいキーパーでした。エブさん、今のはキーパー自動で動いてますか。いや、多分三角で出した、ね、出したと思いますね。なるほど、素晴らしい飛び出し。一つ前でシュート打てれば多分入ってたと思うんですけど、そうですね、まあ、駆け引きでしたね。なるほど、面白い駆け引きが見れましたか。じゃ抜けてきたがオフサイド。さあ TBC 学園はなんとかまずは1点を取りたい、うん、前半38分、ちょっとメッシ選手に全然ボールが入ってないの で、 です、ね、もっとボールを渡したいところでありますね。そうですね、あそこのメッシ右サイドにいるか、そこに渡したい。さあジェリータ右サイドでキープ、ショーからつないだジェリータ、落としてショー、大きく後ろに戻すが、これアラバがインターセプト、ふわっと浮かして抜けてきた。さあスピードならバルサに分が上がるか。さあこれをしっかりと奪う、ショーディフェンス、そうですね、フィジカルが強い、あまり触れられたくないのはバルセロナ、その前にパスを細かく出していきたい TBC 学院。さあ奪った、大きく蹴ったのはジェリータ、これをしっかりとマイボールにするか。さあ抜けてきたショー、これはオフサイドか、これはオフサイドだった、めちゃくちゃオフサイドでしたね。前のめりすぎやろ、めちゃくちゃオフサイドでした。というところで前半終了2対0、リードしたのは日立システムズ。さあここまで見てエビプールさんいかがでしょう。いやちょっと GBC さんは
バルセロナにしない方が良かったんじゃないかなって感じがすごくそうですね、ちょっとフィジカルで押し込まれ気味か。そうですね、はい。さあ、磯川さんどうでしょうか。やっぱ守備の選手のやっぱこう動きはちょっとやっぱり想像できてなかったんじゃないですかね。なるほど、そうですね、うんうん、ちょっとやっぱりその辺で、ちょっとミスっちゃったかな。なるほど、さあ少しチームの相性がもしかしたらバルセロナの方が良かったかもしれないですね。さあチームが変更できればすぐにユベントスに変えたいか。ちょっとまだあの TBC さんの方はシュートが打ててないので、そうですね、ちょっとまずは1本シュート打って気持ち切り替えていきたいので、まあ、1点取ったら変わるだろうね。そうですね、はい、あとメッシもまだボール触れてないので、ね、そこを基準ね、はい、まだまだどうなるか分かりません。エンドが変わります。黒いユニフォームバイエルミュンヘン、あ、失礼しました、バルセロナを使うのは TBC 学園、左から右、日立システムズ赤いユニフォームバイエルミュンヘンを使います。右から左へと攻めます。さあこのパス気をつけたい。ジェリータが奪って右サイド上げてきて、ショーが簡単に打ってきた。さあシンプルに打ってきました、ね、ショー、今のはシュートで良かったですか。そうですね、もうちょっとゲージが強いシュートだったら入ったかもしれない。少しゲージが良かった、はい、なるほど。さあニアに低いボール奪って、ショー、ジェリータ中に入れた、アラバ、ジュンからこれチャンスです、ね、さあ抜けてきました。ここバルセロナ右サイド、アラバが中、枚数多いですね。そうですね、相手のディフェンスの枚数かなり多い。さあ順から一度サイド変えます。左サイドからアラバ中央に入れるが、これがつながるかというところ。しかししっかり人数がある日立システムズ。さあまだ分からないの TBC 学院、センターサークルの中、順から大きく抜けてくるか。さあ来た、お、来た、メッシ右サイド上げてきて、これがグラディというところ、少しミートしなかったが、トラップしてもよかったかもしれないですね。トラップしてファーサイドだったら多分入ってたと思います、ね、なるほど、惜しいシーンでした。ただやはりメッシ選手が触るとチャンス作れる、はい、そうですね、やはり空気変わりますね、はい、メッシを起点に攻めていきたい TBC 学院。さあジェリータからショー、ジェリータからショー、中央どうするか、出せるか、奪ったのはアラバ、一旦落としてジュンが大きくクリア。さあこれをどちらのボールになる、ショーが落ち着かせたいが、さあ日立システムの右に大きく展開、強いな、かわせるかというところでファール、これは足にかかりました。 TBC 学院やはりサイドハーフの選手を使うのがうまい、ね、はい、日立システムズ、はい、なるほど、広く使って最後は中央っていうのは本当に最初の試合と一緒に、そうですね、徹底していますね、はい。で3、5、2だと守備の選手も、はい、守備の時も戻ってくるので、はい、なるほど、守備も硬いんですよね。なるほど、なるほど、なのでやはり人数をしっかりかけて守れるということですね。その分ちょっとさ3バックなので早く攻めたいので、はい、こういうのチャンスにしたいですね。 ここですね、はい、TBC 学園これをチャンスにしたいか。ここでディレイされるとやはり戻ってきますね、ディフェンダーがしっかりと守ります。さあアラバ早い勝負に出たいが、2対0後半60分のところ、ザ・ジュン右サイド突破するか、ふわっと浮かしてきたがこれが合わない。ジュン拾って、ショー、さショーからジェリータ、上げてショー、いいですね、さあやはりここですね、サイドハーフをうまく使うのは日立システムズ、うん、さあフェイント入れてふわっと浮かせるが、これが少し合わなかった。もらい手との息も大事。さあ奪ったぞ、さあジュンがつなげるか、チャンスメイクしたい、どうするか、人数が1枚しかいないかという、さあ強い、ね、やはりこのフィジカル差が出るか、はい、TBC 学院は苦しい展開。さあしかししっかりと奪ってジュンからふわっと浮かしたが、ここに誰もいない、なんとかこういうのをマイボールしていきたいと TBC 学院。日立システムズはサイドハーフからしっかり形を作ってくる、うん、さあジュンがなんとかマイボール、 TBC 学院しかし奪っていく、日立システムズ、ショー、ダイレット抜ければというところ、おっと大丈夫か、危なかったが大きくクリアさあ抜けてくるだ、さあ早い攻撃したい、逆サイド空いてますね、空いているか、抜けられるか。さあアラバが入ってきた、入ってきた、入ってきた、惜しかった、落とせるか。さあジュンがつないで左サイド、アラバ、さあショーがディフェンス、やはりディフェンスも硬い日立システムズ。エブルさん、これ TBC 学院どうやって打開しましょうか。
そうですね、結構スリーバック相手だと、はい、やっぱり速い攻めが重要になるので、うん、中盤で奪い切りたいんですよね。なるほど。なのでただ結構攻められて CF まで当てられちゃってるので、はい、カウンターしようにしてもサイドハーフが戻ってくるので、なるほど、結構中が硬く感じるので、硬くなる、もっと速いことプレスに行って、はいはい、今フォーメーションが、あ、そうですね、ああいう形でトップ下入れて前からのプレスを強めるっていうのはあるだと思いますね。で、まあ、メッシでとかグリーズマンにすぐ当てていきたいという感じですかね。はい、このメッシ選手とアンスファティ選手がウイングになってるので、はいはい、結構開いてるので、初期位置がなので3バックのサイドのセンターバックにちょっとプレスがかけづらいので、はい、なるほど、あそこを結構真ん中に絞ってもいいかもしれない、なるほど、はい、あとはちょっとこのスパサブがバルセロナはいないので、なるほど、後半苦しい、そういうことですね。スーパーサブがここでいないと苦しい展開になってきた TBC 学院。エビプールさんならスーパーサブがいなくても、そうですね、多分5点ぐらい取っている、さすがでございます、勉強になりますね5点、スーパーサブがなくても5点取れるという、さすがでございます。さて日立システムズは少し余裕が出てきたか、後半75分、 TBC 学園こういう奪い方したい、ここですね、ここですね、 TBC 学園はああいった奪い方ですぐに攻めていきたい、はい、こうなるとこういう感じで開くので、なるほど、はい、これを狙っていきたいわけですね、はい、なるほど、これが反撃のきっかけとなるか TBC 学院。さあ取れるか日立システムズ、やはりここをしっかりと奪ってくるか、うん、さあ、あらば抜けて順、さあ前で奪った日立システムズ、一旦キーパーまで戻します。さあ2対0、日立システムズがリード。さあ新選手つながるか、右サイド展開、順しっかりとキープしていく、さあ抜けてくるか、しかし体が強いかバイエルミュンヘン、一旦キーパーへ戻す、さあここ大きくクリアした、ショーしっかりと、さあそのサイドハーフ日立システムズ、ここが起点になります。さあ順から、さあ TBC 学園一旦外へ出す、あ強いね、やっぱり1対1がね、そうですね、やはりちょっとDLの勝率が悪いですね、うん、バルセロナの方は、そうですね、さあ順から大きく展開、アラバが落とせるか、さあこの速い攻撃でなんとかしたい、奪って、しかし日立システムズがっつりと戻ってきています。しっかり枚数揃って戻る、その裏をつけるか、ジュン、さあしかしここフィジカルコンタクトされると苦しい、アラバ抜けてきたぞ、前を向けるか、奪われたくない、さあ右サイドエリア内入って上げてきて、シュートニアゴール、さあジュンが大きく右手を上げた、まずは1点追い上げた、やはりああいう速いパス回し、ね、早い展開、攻めでもうメッシュを使ったっていうのがもう、そうですね、点のポイントだったと思います、ね、なるほど、やはりここをもう、はい、あのシーンをもう一度作りたい TBC 学園、2対1なんとか1点返しましたが、さあこれが抜けてきたぞ、さあ勝決まった、3対1、決めた後に返されてしまった、3対1したシステムズ、あれは誤作動ですか、センターバックは、いやこれ、これですね、取れると思ってちょっと前に操作しちゃったので、なるほど、抜けちゃったっていうのと、まあ、あとはこの点取った時に前々に気持ちがなってるの で、うん、でそれがどうし、キケも今疲れてたので、なるほど、それで減速したせいで、そうですね、オフサイドって手を挙げてディフェンスサボろうとしましたかね、サボろうとしてましたね、今ピケ今サボろうとしましたからね手を挙げてましたからさあ日立システムズ波状攻撃見せるか、アディショナルタイム3分、ここをしっかりクリアしたいか、右サイド、さあ奪って TBC 学院、これをつなぐことができるかというところで、3対1、勝ったのは日立システムズ、息の詰まる攻防でございました、ありがとう、お疲れ様でした。では、残念ながら負けてしまいましたが、個人 TBC 学院、ではアラバ選手いかがでしたでしょうか。そうですね、まあ、バルセロナに変えてしまったのが大きかったのかな、うん、バルセロナのせいだと私たちではないと、ありがとうございます。はい、ではね、また次節以降も頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では見事勝ちました日立システムで、デリータ選手、いかがでしたでしょうか。はい、これで4連勝
できたので、はい、もうこの勢いに乗ってまた次も勝っていきたいと思います。はい、はい、部長にもよろしくお伝えください。はいありがとうございました。はい、ではうまんじゅさんにお返ししたいと思います。よろしくお願いします。はい、両チームの皆さんお疲れ様でした。いや本当に、日立は非常に強いなという印象が本日はね、2試合ともありました。最初の試合でも4対0、そして2試合目でも、3対1と攻撃力が爆発しましたね。 TBC も最後一矢報いてそこから同点になるかっていうところだったんですけども、そこでこう日立がさらに追加点を取って相手の心を折るという、非常に強さが見えた試合でした。はい、ということで株式会社日立システムズ様、学校法人 TBC 学院様、両チームともありがとうございました。さあ最後の第6試合は株式会社テレビ新潟放送網対株式会社講談社激坂の一戦となります。ホーム側株式会社テレビ新潟放送も、選手はヘイ吉田選手、カズ選手の2名の出場となります。それではヘイ吉田選手、本日最後の試合意気込みをお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いやもう、チャレンジャーとして頑張ります。はい、ありがとうございます。現在2勝1敗、先ほどの試合が分けだったので1分け、ここで勝つと順位もかなり上がりますので頑張ってください。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。対するアウェイ側、株式会社講談社激坂からは高選手、のみさん選手の2名の出場となります。それではのみさん選手、本日最後の試合意気込みをお願いいたします。はい、なんとか勝てるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。現在4連勝、破竹の勢い、この試合も勝ったら唯一の5連勝負けなしチーム、もう負けなしで来てますので、これから首位独走となるか、本日大事な大事な最後の一戦頑張ってください。はい、ということで本日最後の試合も皆様で元気よく勢いよく、掛け声の方行っていきたいと思います。それでは準備の方よろしいでしょうか。参りましょう。アフターシックスリーグスタート。はい、ありがとうございます。それでは両選手、両チームの選手は準備の方をお願いいたします。最後の試合、実況解説の皆さんも頑張ってください。はい、デイ3、本日第6試合目最後の試合でございます。お二人最後までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、テニー対、そして、優勝候補かもしれません激強の講談社激坂が出てまいりましたけども、エビブさんどんな試合を期待したいでしょうか。そうですね、ただ激坂さん先ほど、はい、まあ、1対0ということで、はい、結構苦戦はしてそうですね。ちょっと今日は勝負なのかなという感じで伺います。まあ、テニーさんはロスタイムで決めたっていう勢いが、そうですね、勢いがありますからね。勢いそのままに、はい、はい、ちょっと試合を見てみたいと思いますね。そうですね、はい、2社とも横断幕を後ろに掲げてね負けられない戦いでございますから。横断者のお二人はね、激坂のお二人は休日だったらしいですからね、休日に負けるわけにはいきません。さあ、チーム決まりました。ユベントスとバイエルミュンヘンですね。株式会社テレビ新潟放送網通称テニーがユベントス、講談社激坂がバイエルミュンヘンですね。さあ、どういうしてくるか。テニーはくるか。フラットの4でしたね。かはそうですね、同じですね。そうですね。さあ、激坂は、そうですね、やはり一緒ですね。 4CP というでしょうか。コウ選手はフラット苦手だと言ってさあ、どういう展開を見せるか楽しみですね。おのおのの選手の調子もありますからね、はい、さあどうなるか。井上さん、注目のクリスタルラウンドも今回いますか。楽しみです今日はそれだけを楽しみきたぐらいの気ですからね。はい、
さあお互い決まったか。やはりこのバイエルミュンヘンとユベントスという対決になりました。講談社劇坂は負けられません。5連勝目がかかっております。テレビ新潟放送網もここで負けると苦しくなってきますから、上位陣に食い込むためにも負けられない。そうですね、誤解してほしくないんですが、みんな働いている大人たちです。よろしくお願いします。社会人の大人たちが頑張っておりますので。感謝の日でございますからね。この収録日、運動感謝の日に大人たちがゲーム、素晴らしいじゃないですか。明日からまたお仕事始まりますからね。プロだってやっぱチーム変えたりするわけよ。それは絶対ないんですよ。いや、まあたまに変えたりはします、ね、大会中に勝ち上がっていく、はいはい、大会中に変えたりはしますね、はい、さあ始まりました。 Day 3 6試合目でございます。テレビに、株式会社テレビ新潟放送も通称テニーですね、ユベントスを使います。白のユニフォーム、左から右、対しまして講談社劇坂バイエルミュンヘン、赤いユニフォームというところで抜けてきてシュート、いきなり決めてきた。テニー2分開始2分、誰が想像きました、これ誰が想像したでしょうか。クリロナが、テニーのクリロナがいきなり決めてきたファーサイド、これだよ。来ましたね。来ました。まだ遠藤を紹介している段階でございました。手に決めてきました。やっぱ回想そうね。でしたね。うん、クリスティアーノ・ロナウド、絶好調の可能性出てきた。どうですか、エビプールさん、これ。もう開幕でシンプルにロナウド使って迷うことなくぶち込んできた。そうですね。ちょっと一番今日ロナウドらしさが見えた。出ましたね。最後に見えれて、ちょっといいですね。さあ、黙っていられないのは講談社劇坂。まさか、ね、そうですね、講談社劇坂が リードされる展開初めてでございますから、ね、さあ野見さんが出してきて、こう決められるか。ナイスディフェンス、うまく開幕セーブできましたね。そうですね、さあこれでテニーの展開になってくるか。さあ野見さん上げてきた、これがこぼれた、決めてきた、強すぎる、すぐに返してきました。講談社劇坂すぐに返した。エビプルさん、このコーナーキック、これ多分僕でも防げなかったですね。なるほど、シンプルにミラーの高さを生かしたので、非常にいいコーナーキックというキッカーの質がすごい良かったですね。そうなんです、野見さん この大会でパスワーク非常に見せてくれてますからね。正確なパスを見せました。さあ、吉田からカズ抜けてくるか。カズキープして、さあしかし奪ったのみさん、取れるか。さあのみさんからこう、さあフライス抜けてきた、のみさん守れるか。のみさんがニア外れた。さあ講談社劇坂、少しこの試合は違う雰囲気が出てきたか、ね、ちょっと危ないですね今の。ちょっとでも右で浮かしたかったね。そうですね、浮かすかシュートキャンセルで右でかわすことができれば1点でしたね。それをで普段ならしてそうでしたが、こうなっちゃ激坂ずですね。こういう大会だ と焦りも出ましたからね。そうです、2オンなので責任感が全然違う。そうですね、焦ってしまうんですよね。味方の思いもあるだけにプレッシャーも2倍か。さあこうがディフェンス、どっちのファールだ。講談社劇坂のファールか。サイドファール、あ、いや違います、失礼いたしました。テニーのファールでしたね。ファールか。さあこうから大きく展開してきた。さあ抵抗、さあ野見さん奪ったのは平吉田、カズ、平吉田、カズ、さあ繋いできたぞ右サイド、カズから、お、隣ディフェンス、こう、すげえ、さあ抜けてきた、しかし奪われない。平吉田右サイド簡単に上げてきた、繋いでカズ、平吉田と打たせない、サイド空いてますね。野見さん抜けてきた、こう、さあ右サイド抜けてきた、さあ1対1どうなるか、出すか打つか、打ってきた、まだ分からないぞ、キーパー少し激さか。面白い、そうですね、面白いですね。そう、普段なら決めてそうなシーンでございましたが、何かが違うぞ激さか。カズ、平吉田、
さあ慌てない、ゆっくりと、おっと持ち直したところをこう、のみさん右サイドこう、さあ激坂、このミラー選手のところをうまく激坂は使ってますね、はい、なるほど、ここでさあ抜けてきてシュート、しかし触った、危なかった、今のは反センターバック反応しませんでしたかね。シンプルにフライスルーパスを出したので、なるほど、なかなかその浮いていたのでちょっと反応することができなかったですね。なるほど、そういうシーンでございました。さあ野見さん、またコーナーキック気をつけたいぞ。さあ打ってきた、さあ激坂形は作るのですが、最後のダメ押しが最初の1点以降なかなか取れません。また初戦と同じように決定機は作ってるんですけど、そうですね、なかなか決めきれない部分があるので、最後の一押しどうした、激坂さんの抜けた、野見さん、野見さんのシュート、ニア決めた、高段者激坂やはり強い、しっかりと多いチャンス決めてきました。磯川さんどうでしょう。やっぱり違うね。違いますね、激坂決定力がね、しっかりと決めてきます。ビブさん、やはりあのシーンしっかり決めてくるのは強者の証でしょうかね。ちょっとワンツーの時に2人で食いついちゃったんですよね、はい、ここ、まあね、あここですね、ディフェンスが、はい、レバンドスキ選手が空いてしまいましたね。なるほど、そこは手に少し2人で反応してしまった、はい、そこをついてきたのはさすが激坂、パスワークが素晴らしいですね。さあ先制したのはテニーでしたが、もう追い上げました激坂、つないで、さあおっとここは高段者激坂のファール。さあテニーも負けられない、まだまだ自分たちのペースでボールをつないでます。つないできそうですね。そうつないできた、落としてカズ、ヘイ吉田入れてきたが、ナイスディフェンス、うん、さあこう右サイド、さあ奪ったカズが奪ってカズへ、ヘイ吉田素晴らしいおしゃれなパス、カズ中、しかしこれ読んでいたこう、のみさん、さあ右サイド、ここ崩してくるぞ、ね、さあこうエリア内入った、右サイドどうする、打つか、パス出してきたか、最後のパスなんとかカット、さあヘイ吉田左サイドキープして、カズ中央、ヘイ吉田、この形は非常にいいんですよね。そうですね、ここですね。さあクリロナ、クリロナ無理やり打っていったいいですね、テニーの方はもう勢いで。そうですね、テニーはしっかり、あ面白い、気遅れしてないぞ、抜けてくるか、いやさ、しかししっかり上って、ここですね、このミラー選手がちょっと空いているので、はい、そこ怖い、カウンターの時気をつけないといけないですね。気をつけたいですね。さテニーは自分たちの左サイド、トーマスミラーのところ気をつけたい。さあ野見さん、ね、背負って抜けてきた、これオフサイドですね。さあ磯貝さんもまず手を挙げるぐらい緊迫してきましたオフサイドという。さあピンチを免れたのはテニー、ヘイ吉田が大きく蹴ってきた、これをマイボールにしたいぞテニー、しかし拾った、さあしっかりと拾った、カズ足元、いやカズ振り向けたが、しかししっかりと奪った、野見さん大きく蹴った、これがマイボールにできるか、しっかりマイボールにしたぞテニー、一旦後ろに下げてセンターバックからつなぐ、おっと危なかった、ヘイ吉田、カズ左サイド、おっとこれが少し長くなってしまった、今のは操作ミスですかね。いやこの45分なので、はい、結構体力がなくなって、スタミナの問題、なるほどなるほど、ハーフタイムになれば少し回復するんですけど、なるほど、反応が落ちてるので、反応が多分落ちてしまいましたね。なるほど、はい、さあ苦しい選手たちも苦しくなってきた時間帯、アディショナルタイムが2分、さあカズ、ヘイ吉田つなぐ、チャンスつなげたいですね。さあどうするか、キープ、うん、というところで2対1で折り返します。高段者激坂先制を許しましたが2点取り返しました。エブルさんいかがでしょう、前半の印象。支配率に現れている通り、はい、そうですね、まあ、うまくつなぎながら、はい、攻めてはいるんですけど、テニーですね、最後までいけなくて、はい、でカウンターでちょっとミラー選手のところ中心に崩されてしまっているので、うん、はい、しっかりシュートまで行って攻め切りたいところではありますね、うん、なるほど、はい、まあ、形としてはこのまま行って、はい、あとは最後のところという感じですかね、はい、で逆に激坂の方からすると、はい、そのやっぱ決定機を、またあと2点ぐらい入れるチャンスはあったので、うん、後半はちゃんと3点目を入れて突き放したいところではありますね。なるほど、はい、どうでしょう磯貝さん、クリロナが活躍しました。そうね、もっと早く入れたら面白いんじゃない。そうですね、そうですね、先にね、はい、いいかもしれない、どんどん当てたいよね、当てていきたい。さあこうから
中央のみさん、ペナルティーアークの付近、奪った、さあ奪ってテニーが奪っていく、平吉田からカズ、平吉田へ、さあ中央落ち着いて回しているのはテニー、ね、こういうとこいいね、ポゼッション率ではテニーが上回っている、そうですね、さあここからのイメージ想像膨らませていきたい、テニー今サイドバック上げてますね、そうですね、ここ上がってきました平吉田、しかしここしっかり守ってくるのは高段射撃坂、平吉田、さあ近づいてくるぞ、ナイスディフェンス、しかし奪われない、カズがつないで平吉田というところ、おっと高段射撃坂のファールですね、レッドイエローカードか、さあチャンスは手に、これ狙える位置です、ね、狙える位置、おっと来るか、直接打ってきたが、これが壁、右サイド一度戻して落ち着いていこうという展開、右サイド出してきたのは手に、おっと少し無理やり上げた、のみさん、しかし前からプレス、手にまだあるぞ、つなげたい、いいとこ出しました、ね、平吉田しました、ね、抜けてきた、いい振り向けるかというナイスディフェンス、高段射撃坂、面白いね、さあお互いの特徴が非常に現れるので、4センターバックなので、はい、サイドがやっぱちょっと空きやすいので、はい、うまくそこ使いながらポジションはしてるんですけど、はい、やっぱり最後ですね、中央ですね、はい、テニーはなんとかその中央を最後崩したい、高段射撃坂、少しチャンスの少ない時間帯が続いておりますが、なんとか我慢しております、そして自分たちのボールにしてきてチャンス、高段射撃坂、右サイド、さあなんとか奪った、平吉田、大きく出したがこれがつながらない、のみさん、アタッキングサード気をつけたいぞ、ナイスディフェンス、平吉田、左サイド、さあ緊張感、さあいいパス、緊張感が伝わってきます、2対1まだどうなるか分かりませんというところで、と中盤取られてしまった、のみさん、こう振り向いて抜けてくるか、ナイスディフェンス、カズが、ね、これ危ない、決めてきたカズ、逆のゴールにお願いします、なんとここで痛いミスか、これはこの伸びた時に、はい、これキーパー反応ちょっとしないのでなるほど、あそこが難しくて、はい、結構あそこぶつかってしてしまう、なるほど、もうゲームの使用上今のはちょっとしょうがなかったというところか、はい、そこはもうシンプルに四角プレスで、四角でクリアしちゃった方がサイドとか、ね、なるほど、はい、ちょっと痛い失点をしてしまった、手にちょっと迷ってしまいましたね、そうですね、そうですね、はい、ちょっとガチャガチャしてどうしようかというシーンでした、はい、運にも見放されてしまったが、手に今のは痛い失点、ね、もったいなかった、少しもったいなかった、やはり緊張感がある時間帯続きましたからね、少し緊張と迷いが出たか、流れは完全に後半は、そうですね、テニーさん追い上げておりましたが、やっぱりカウンターの最後のシーンでやられちゃいましたね、一進一退の攻防でしたので、やはり緊張も出たかもしれませんね、なんとか激坂に勝ちたい、追いつきたいという気持ちが少し焦りとなって出たか、3対1さあ後半65分、スーパーサブの選手を投入してきたのは高段者激坂、さあ平吉田からカズ、オフサイド、さあ少し流れもこれで激坂に、高段者激坂へと流れてくるか、テニーは集中してもう一度自分たちのペースでボールを回したい、さあ野見さん、落として当たったぞ、あさあこれはラッキー、シュートまで持っていきたいですね、そうですね、ここチャンス生かしたい、てます、ね、あいったか、ここはしっかり守る、この射撃差がまだあるぞ、手に落ち着いて回していく、ゴール前細かいパス回し、しかしこうディフェンス、カズから平吉田、まだあるぞ、手に平吉田、かぶっちゃいましたね、かぶった、しかししっかりとカズがキープ、平吉田、カズ、平吉田、おっとゴー、かぶってしまったか、ダブルかぶり、ダブりましたね、いろんなところでかぶりまくっている手に、さあその隙を見て、コウが独走、ね、独走シュート4対1、高段者激坂が突き放していきます、ゴール前
かぶってかぶってしまったところ、その隙を突かれました、ね、ここでしたね。ちょっとかぶってしまったんで、まあ、かぶんないように、はい、かぶんないようにって守備でもやってしまって誰にも行けませんでした。誰にも行けなかった。なるほど、少しいろいろと裏目に出てしまった。手に悔しい失点が2点ほど続きました。高段射撃坂はがぜん自分たちのペース。さあカズからヘイ吉田、まずは1点返したい。手につないでカズ、ヘイ吉田右サイド展開、平吉田、カズ細かくつなぐと、ここ気をつけたい。またかぶってしまったか。野見さんがキープ、こう野見さん、さあここもレバンドスキーが当てると苦しいぞ。抜けてこれるかと、おっと、ね、クリアもさせてもらえなかった。前からのプレス厳しいぞ。後段者が来たか。手にはなんとかまずは前線にボールをつなぎたい。後半が82分、4対2、高段者激坂がその強さを見せつけています。野見さん、さあ落ち着いて回している高段者激坂。さあ時間をかける、早め早めのプレスをかけたいか。手にさあ左サイド、こうポケットに侵入してきた。しかしここでキープ、キープキープ、落ち着いている。3人で行く、しかし上げてきた、しかし上げてきた、こう素晴らしい。お、まだどうだ、平吉田、しかしディフェンスボランチしっかり戻っています。強いね、4枚残ってるしね。そうですね、高段者激坂完全に試合をもう終わらせにいってて、そうですね、あわよくば1点というような楽しいですね。はい、さあここ落ち着いている、ゴール前しっかりシュート、あそこでの落ち着き冷静さに来たらしいです ね。テニーはまずはまずは自分たちのボールにしたい。さあアディショナルタイム2分、まもなく終了だが、まだあと1点取る時間はあるぞ。テニー高段射撃策はとどめを刺すか。このボール少し合わなかった。さあテニーはラストチャンス1本あるか。ふわっと上げてきて、これをマイボールにしたいが、カズヘイ吉田抜けてくるか。さあキープして、カズ、カズ打ってきたが、これがまだあるぞというところで終了。4対1勝ったのは高段射撃坂。さあ、まずは残念ながら敗れてしまいましたテニーの、カズ選手、いかがでしたでしょうか。いや最初待って、もしかしたらと思ったんですけど、はい、全くなかったですね。いや厳しいとこ疲れて残念でした、はい、ありがとうございます、はい、先制を取ったあの勢いのままにね、次節以降も頑張ってください。ありがとうございました。さあ、では見事勝利を収めました高段者激坂、ではの高選手いかがでしたでしょうか。そうですね、あの先制されてちょっと焦りましたけど、逆転できてよかったです。はい、これで、唯一の5連勝となりましたので、次回以降もぜひ頑張ってください。あ、そしてそしてきました、野見さん選手から告知ですね、フォローしてくれと、ツイッターをフォローしてくれということですので、よろしくお願い、プレオンフォローですね、ツイッター、インスタグラムでございます、よろしくお願いします。ありがとうございました。5連勝の記事を見たいですね。そうですね、はい、ではウマンチさんにお返ししたいと思います、よろしくお願いします。はい、両チームお疲れ様でした。最初先制した時はまさかテニーがここで勝つのかって思いましたけども、やっぱり激坂本当に強いですね。もうその後は圧巻の試合運びだったなと思います。これで激坂は破竹の5連勝ということで、首位の独走態勢に入ったのかなという状態ですね。対する、テニーはここで2勝2敗1分けということで、完全なフラット、今順位も多分真ん中ぐらいだと思います。まだまだ、後半戦も長いので、これからも頑張ってください。はい、というわけで株式会社テレビ新潟放送網様、株式会社高段社激坂様、両チームともありがとうございました。はい、ということで本日行われた試合の結果を確認していきましょう。どれも見応えのある試合となりました。
どこか印象に残った試合はございますでしょうか。それではちゃちゃまるさんから順番に、お聞きしたいと思います。はい、もうデイ3まで迎えまして、いろんなチームの色、やりたいこと特徴が出てきて、その中で多分どのチームも、高段者激坂をちょっと目標に、これから戦ってくるのかなという印象を受けますので、破るチームが出てくるのか、またそれを跳ね返すのか、今後も楽しみに、見ていきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。それでは磯貝さん、やっぱり毎回毎回本当にさっきもね、いろんな操作とかその技術的なところを学んでですね、見てて楽しいです。ありがとうございます。最後にエビプールさん。そうですね、今回初めて解説という形でラストさせていただいたんですけど、やっぱり、デイワンテイズに非常に、個性があるチームでいっぱいあってレベルの高い試合もありましたので、ただまあやっぱり激坂の強さが、際立ってはいたんですけど、個人的にはちょっと日立システムさんが声掛けもしっかりしてて、期待できるなという。はい、ありがとうございます。それではデイ3を終えての順位表でございます。はい、ということでまだまだ始まったばかりのアフターシックスリーグ、企業同士の交流が目的でも負けられない戦いが、ここにもあります。はい、ということで、最後に栄冠を獲得するのはどの企業か、今後の発展が非常に楽しみですね。ちゃちゃまるさん、エビプールさん、磯貝さん、本日はありがとうございました。はい、というわけで本日の、試合は以上で終了となります。はい、それではまた次回も e スポーツの世界でお会いしましょう。さようなら。お疲れ様です。お疲れ様です。本日もありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。収録中にまさかの磯貝さんの携帯が鳴るという事件で、まあ、タイミング的にちょうど自己紹介を磯貝さんに振るタイミングガッと押さえてもらって伸ばしてくれたらよかった。ずっと押さえてたちょっとやべえやべえどうしよう振ったら切れました振ったら切れ、いきなりあれはきつかったっすわ、うん、そうだ普通なのかなーって感じで今日の1試合目でしかもめちゃめちゃでかい音じゃなくて薄い音なんですよねどうする、聞こえるかどうか無視する、拾うって言ってたでっかい音で言うかと思ったらすっごいちっちゃい音でそうそうそうみんなギリギリ聞こえる一回止めましょうぐらいバーンって鳴ってくれれば止めれたけどベルディクラブ e スポーツチーム所属のランコムさんに代わりまして、同じく東京ベルディクラブ e スポーツチーム所属のエビプールさんにお越しいただきました。同じく東京ベルディ e スポーツウィニングイレブン部門所属のエビプールと申します。よろしくお願いします。はい、エビプールさんよろしくお願いいたします。そしてゲストはもちろんこの方、サッカー元日本代表背番号10番磯貝博光さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。今日も楽しませていただきます。はい、磯貝さん本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この豪華メンバーでアフターシックスリーグのウィニングイレブン部門を盛り上げていつも拾ってなかったぐらいでしたこういうことがあるんですね勉強になりましたあれ面白いです、恒例ですよね全部恒例のもの止めてるのになってるんだよ止めてないからなるんですよピンポイントで毎回自分の中では止めてるあの時間にピンポイントでなりますアラーム説出てきてるにしとけばあの時間にアラーム説次もなってほしいな全部なってほしいな